吃饭时都说腿疼了，他还非要溜达，那老破店，你说那老破地方怎么溜达的？Hello? What's up, dude? マジで短時間っす。でも下手したら10分できないかもしれない。Hello? お疲れ様でーす。こんにちは。こんにちは。ガチで一緒っす。お疲れ様でーす。いや、めちゃくちゃ道路ゴキブリ歩いてる。超きついんだけど。いや、今から飯ですよ。今から飯ですよ。な、今日何も食ってねえ俺。ラインか追加するよ。いやもうでもほら、ラインか別に俺さ、ラインあれ別にサバーカだからね。サバーカだから、サバーカだから別にどうでもいいっちゃどうでもいいんだけど。タバコ吸ってないよ。やべ、道路渡んなきゃ。信号見てなかった。いや結構日本に似てるよ。すいません皆さん、ランランさん、ランあいてランくんさん、さつきさん、購読ありがとうございます。ちょっとこれ、俺これどうやって読むんだっけ。あた、見えた見えた。ランランさん、ランくんさん、さつきさん、麦ちゃんさん、プレイラーさん、ナイトボットにコードプレゼントありがとうございます。シャッコンさん、コードありがとうございます。え、これ見えてる。結構優秀なんだな KT。 結構韓国大丈夫だけど、まあでも夜中はマジで出歩かない方がいい。まあでも俺は飯を食うためだから、もう正直しょうがない。食わなかったら死ぬからね。まあちょっと今は日本チームといろいろ話をして、これスマホ持ってるだけだから画面見てないよ。日本チームと、まあ別になんかそんなフィードバックなんかあれっすよ、別に作戦がどうとかじゃなくて、フィードバックでここどうだったんですかとか、こここういう感じ、どういうあのイメージでこっち行ったんすかとか、あっち行ったんすかとかいう話を、まあ、聞きながら。酔ってないよ。いや今からモルさんと飯食いに行くから、もう着いたら配信やめようかなぐらいの感じですね。FKTK さん、ユーハッピネスさん、スイッチさん、ビジョニックさん、ご登録ありがとうございます。治安悪くないよ。解説者にお疲れ様でした。ありがとうございます。モルさん、あの、サンシスの代表の方と。いや、まず10分しないぐらいじゃないかな。24時間やってて、サービスクソ悪いけど、めっちゃ安いよ、みたいな、そういう店に行こうかな、みたいな。最終日まで声持つそうですか。どうだろうね。ちょっとテンション上がっちゃったから。
まあ、俺としてもどうしようかなみたいなね雰囲気ですわ。いやマジ、もう韓国のメーカーもどうしようもないからな、伝えようがないから、なんかできるだけ髪の毛ちょっとこう、まあ外跳ねな感じでウィーっつったけど、もう全然もう髪ペチャー、唇ベタ、眉毛ブーやられたからね、マジかー言うて、どうしようもない。フェレットさん、キリコロンさん、コデックありがとうございます。ういっす。日本よりは涼しいよ、暑いけど。日本に限りなく近いけど、なんだろうな、温度を 1,2 度下げて、湿度を何パーだろうな、湿度を 10% ぐらい下げた日本って感じかな。若干蒸し暑さはあるものの、日本ほどの苦しさではないみたいな。あ、俺コメント見てないからね、見てないっていうか見れないからね。まあコメントがあれな感じだったら、あ、これズームできねえのか。お、できる。でも暑い、ちょうどいいかって言われるとまだ若干暑い。やべ、カメラ戻せなくなった。ちょっと待って、あ、ちょっと配信してます。何配信してます。あ、でも大丈夫です。あ、やべ、なんか画面が、まあでも着いたらやめようかなぐらいの感じで。この辺ですか、これですか。カメラどっち。こっちです。こんな感じで、うん、あ、いいね。はい、いやもうマジ10分ぐらいでやめるって言ってスタートしたんで大丈夫です。いいじゃん、別に俺黙ってるから普通にやってていいよ。あ、映していいってことですか。あ、映しても、映しても全然今いいっしょ。いいよ、いいっすよ。来たね。またゴキブリ歩いてましたよ、ホテルの前。あ、店どこ、店どこって俺か。あ、すいません、店が、いや、いいや、俺見る。あ、いや、こっち携帯あるんで見れますよ。見てって知ってんの。だってホテルからこっち来て左来て、この辺右っすよ。あ、過ぎたわ。過ぎましたよね。ここ、なんかこの肉っぽくないですか、違うかな。この字、これだ、これだ、あ、これだ、いいじゃん、いいじゃん。あ、オープン20、はい、あ、修道です。違う、あ、一瞬シャツが被ってるのかな。あ、違います。いや、いいっすよ、これ。いや、配信するか、いやいや、本当に本当に、いやいや、奥に案内された。こんにちは。ジャパニーズマフィア。はい、なんもないです。なんもないです。もう丸聞こえだけど。めっちゃダメでした。いけるな。どうですか。うまそうだな。あ、日本語あるじゃないですか。本当だ。安心。安い、安いでしょ。プルコギ900円。ここね、あのコスパがすごいいいって書いてあった。へえ。ちょっと飯の食い始めぐらいまでは、え、めっちゃ日本語書いてあるじゃないですか。うん、反射してて見えないけど。これにする。プルコギって何すか。プルコギって甘辛味噌、めっちゃ辛くないの、あの甘辛の味噌みたいなタレで、はい、
炒め焼く、焼く炒めみたいな。焼く炒め、ごめん、焼く炒め、あの、なんすか、焼く焼く、あ、腹立つな。あのね、はい、あの、焼いて煮る感じ、煮る焼く、焼く煮るって感じ。え、あの、メニュー少な、リスナーのムカつくんで、もうあのサブスク外してください。メニュー少な。美味しそうじゃん、これ。はい、いいっすよ。キムチチゲもうまそうだな。あ、いいんじゃない。あ、こういう感じなんだ、牛丼みたいな感じ。 牛丼。あ、でもうまそうっすね。あ、おで、ガチでどっちもいいっすわ。これどっちもいきます。キムチチゲはでも辛さの調整というか、辛さでミスった時でやばいんで、プレコギにしましょうか。これを、これ 100g だから、はい、2人前だ、100g でこれだから、あ、ん、どういうこと。100g で5330ウォンなんだけど、上に書いてあるのは9000ウォン。なるほど、2つ頼むか。あまりにも深い。2つ。あとから追加ってできるんですか。できるでしょ。できる、できる、できます。じゃあ、まあ、とりあえず。さっきチラッと見えたけど、はい、俺が冗談でサブスク外してくださいって言ったじゃん、はい、さあ、山本さんの本やめました。もういつでも石油王に飛び火するんだ。そうか、もう彼は、彼はもう、1円 0.1 ウォン。あ、違う違う、10ウォン。And beer. And one beer? No, two beer. Yeah. Yes. Okay. っていう、はい、今これを、これ2つくださいだけじゃん。はい。プラス、two beer。two beer。だけじゃん。はい。これやると、クレイジーサムいるじゃん。はい。サムが目の前にいると、モールさん、すごいっすね。いや、俺今ビール頼んだだけだけど、いや、俺自分無理っす、自分無理っす。俺韓国語で頼みますよ。どう、おいごとぐえ。何、いごとぐえ。それでビール2つ。これ、いや違う、これ2つ。いごとぐえ、いご、いごとビール。いごがこれかな。あ、じゃあ違うかも。え、くごかな。あ、違う、くごか、くごかも。くご、これはくごかも。なんで知ってるの。あ、ペイチ君だな、なんだろう。あの、オーバーウォッチで終えたのと、うん、ペイチさんから教えてもらったやつのハーブ。Thank you。 あの、品種だったら分かるんですけど。待っててね、持っててね、はい、まあ、手着で行こうや。手着で行きましょう。あ、終わり。いい感じじゃない、これ。飲食店でなんか使えないですかね。品種、品種、品種、飲食店で品種を使うの。品種だったら分かるんですけど、なんていうの、韓国語で、なんていうの、ピン。あ、もう死にかけてる。あ、それかゲーピン、ゲーピン。じゃあ、あれなら肉刺して言えばいいんだね、品種。いや、死にだっすよ。じゃあ、あ、お疲れっす。気絶も言えます。全部パブジー。結構言える。めちゃくちゃ辛そう。めちゃくちゃ辛そう。あ、ニンニクも来てる。この距離で声聞こえるな。
出てる。熟した、うん、まあ熱した鉄板の上にこれ乗せます。炒めるように焼きます。炭の香りで旨味が増します。お肉に火が通ったら弱火にして鉄板の上のサンチュ、サンチュないじゃん。サンチュは葉っぱですね。ないね葉っぱ決めてですけどね。サンチュやエゴマの葉を乗せその上にお肉を置くと焦げにくくなる。焦げにくくなる。そう焦げちゃうからこうやってサンチュを引くといいよ。葉っぱもらいましょうよ。なんか Excuse me No 葉っぱ please サンチュ。あ、OK セルフだ。セルフだ、持ってきます。あ、お願いします。あれ いくつか来たよ。あ、これやばいやつや。青唐辛子。これやばいやつでしょ、これ。これやばい。生だ、ね。焼くのかな。焼くんだと思うけど、これ多分、下手したら死ぬ。ガチで。青はやばい。青唐辛子はマジやばい。何回も呼ぶの申し訳ないな。ちょっと次店員さんが来た時に、これ生で言っていいやつなのかどうなのか聞きたいな。言っちゃえば。いや、でも。腹壊すタイプだったらちょっと乗ってないですか。あ、そう、ね、本当は火通さなきゃいけないみたいな。そう、ね、だからこれ玉ねぎも一緒に乗ってるんで、まあ火は通そう。なんかサンチュも焼くって書いてましたよ。いや違う。あ、違うんですか。焦げてきたらサンチュを引くといいよみたいな。ああ。せっかくあれだからさ、車間移すよ。いや、もうこういう感じがいいです。こういう感じで、はい、やっぱみんなこう飯見せないと。俺は死ぬ、あの日本にいるとき俺のことは死ぬほど見てると思うんですけど、うん、韓国の飯は見れないと思うんで。ああ、そうね。まあ、時間もね、もうすぐ1時。確かに、うん、もうそれこれはぜひ見ていただきたいなと飯テロ。そうですね。あ、やってくれる。生、うん、あ、生でいいんだ。味噌辛い。味噌大丈夫大丈夫。味噌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 、 味噌つけるんだ。あ、なるほど。辛くないやつ。大丈夫。本当辛くない。辛くない。ここ辛い。あ、ここ辛い。真ん中。ここ。うん。オッケー、オッケー。辛い。あ、でもちょっと辛い。あ、中の方は辛いらしい。でもニンニク生で食べるよりは。俺は焼くよ。あ、でも本当に辛くなって。俺は焼く。俺は焼く。俺は焼く。カラッ。あ、カラッ。坂も言ってたけど、今日何も食べてないでしょ。何も食べ、あ、でもあの、まあ、子供が満足するぐらいの弁当は食いましたね。あの子供がお腹いっぱいになるぐらいの。ちょっと出たの？演者用のお弁当みたいな。でもなんかめっちゃ高そうなの。見た目が。あ、見た目が。黒い箱に入ってた。黒い弁当箱なんですよ。初めて見たよ。なんか開けたらすげえ高級感。量はちょっと。量もちょっと。だからもうなんか上品な感じ。ああ、もしかしたら、もしかしたらよ、ホテルに作らせてるのかも。ああ。うん。足んなかったよね。じゃあ、さっきさ LINE でさ、いやマジ腹減りました、俺今日何も
食ってませんって言ってた。まあ、何も食ってないみたいなもんですよ。そうじゃん。でも飴舐めてても別に何も食べてなかったって言いますよね。今日飴1個食べたわとは言わないですよ。言わない。一緒っすよ。弁当は飴じゃないよ。いや飴レベルです。俺もさっきね、嫁さんと LINE しとったんで。はい。で、何お疲れって嫁さんから LINE で。はい。試合だ、あの大変そうだね。はい。じゃあまあ頑張ってるけど難しそうだねって言ってたら、もう寝るのって言うから、今から釈迦と豚肉食べに行くんですよ。はい。いいなーって。もう今日ね、釈迦も俺も何も食ってないんだよって話を嫁さんとしてたの。釈迦弁当食ってたじゃん。でも嫁さんに、まあ、雨出てる、本当に食べてないのって言われて、俺朝マック食ってた。食ってるんじゃない俺より腹いっぱいになってる、絶対。結局二人とも食べてる。多分片手で握れるぐらいの 米ぐらいしか食ってないですから。多分これ肉で換算すると3枚分ぐらい。そんなちっちゃい弁当はないでしょ。めっちゃちっちゃい。だから4分割されてて。あ、それこそ忍びさんが言ってたやつ。いや、わかるけど、じゃあリスナーさんさ、この肉3枚分の弁当ってあるんですか。まあ、一回できない。まあまあ。まあ、俺今察したよ。釈迦あれでしょ。今、俺いるから、普段のペースで喋れないからちょっとめんどくせえと思って。いやいや、そんなわ、そんなわ。いつも通り、僕はいつも通りです。あの、気にせずリスナーさんのコメント開けてね。あ、あんま拾わない。俺はむしゃむしゃ食べてる。はい。結構丸まってるな。あらら。豚はちょっと焼かないと怖いっすね。あ、怖い。もうそれしっかり焼いた方がいい。はい、混ぜて、うん、はい。これね、ちょ見せてあげて。多分ね、相当辛いと思うよ。そうか。ネギそれ。でも俺ネギ好きなんですよ。俺も好き。ちょ食べて。キムチ。あ、辛くない。海苔の味がする。え？あ、辛い。辛い。辛い。青唐辛子の10倍辛い。これいいわ。はら。いった。これだ、一緒に食うやつですね。多分そうだと思う。ちょっと俺も言っていい？はい。はら。こういうのは何でもね。最初なんかちょっと海苔っぽい。海外来たら冒険じゃん。どれぐらい食べた？これぐらい食べた？もうちょっと少なめでした。まあそんぐらいかな。ちょっとに。じゃあ食べるよ。抜け毛みたいな。もう絶対辛いでしょ。結構辛い。で全然そんな味感じないほど辛くはない。あ、でも美味しいから。あれが辛いっすよね。いや、わうまい。うまい。うまいよこれ。うまいけど辛い。これわかめスープみたいなやつで多分緩和させる。冷た。これ食いました。何？これ食いました。食べてない。ぐったらめに冷て。でもなんかちょうどいい感じです。緩和されます。でも美味しい。マジこれ美味しい。これちょっと肉と一緒に食べる。なんかご飯とかと一緒に食ったり、まあ、肉に絡めて。そうだね。食うと。あ、白飯頼む？あ、俺はでも大丈夫。いらない？はい。これガチでしっかり焼かないとさ、豚肉だから。はい、焼きますよ、僕。え？僕焼きますよ。オッケーオッケー。いいです。あ、オッケー。オッケーオッケー。
食べれるそうです。でも若干信用のしてなさがそのトングの先に現れてますね。うん、ちょっと怖い。ニンニクどうする？あー、でもこれ薬用じゃないですか。薬用だけど、どうする？あ、俺は食います。薬？はい。ぶち込む？ぶち込みましょう。ぶち込んでいいのこれ？あ、俺は何でもいいです。わかんないです。森さん、食べてみてくださいよ。食べますよ。焼いてから。あ、じゃあ僕、毒味します。うん。いや、毒味してもさ、半生で当たるのって明日じゃん。ああ、うん、あの本当に炭で焼けた味がする。いや、マジ、うん、うめえ。でも多分これ先に食ったら間違いですね。でもこれつけるらしいよ。あ、そっか、それつけてないわ。あ、うまこれ、めっちゃうまい。けどなんかこっちのまだあのジンジン感まだ残ってますよ、うん、辛いやつ。なんかこれにつけるらしい。あ、うめえ。これマジうめえな、これ。あ、うめえ。これなんならさ、明日もここでいいんじゃねえぐらいある。豚肉マジでいくらでも食えるからな。辛っ。これリスナーさんね、モロさん優しいカメラ、そして目の前に持ってきたから、これただね嫌がらせしてるだけですからね。しゃがまれてるけど、はい、あるね。2人でビール抜いてたけど、はい、2人で1800円だよ。ね、そうなんですよ、うん、安い。これマジうまいわ。でも、まあ、俺も普段はほとんど外食しないですから。あ、そうなの。はい、ほぼ、まあ、その人との付き合いとかでことあるんですけど、うん、その例えば家でお腹空いた時にちょっと食べに行こうかってなることほぼないんですよ。なんでそれ考えると、まあ、1800円の価値です。家で食ったらもう いくらか。ゴリちゃんも外行こうって言わないんだ。ほぼ言わないです。たまに肉食いに行くわ。サンシスパーカー出さないんですかみたいな。いや、見えた見えた見えたけど、でも出してますよね。正直言ってね、はい、正直言って、はい、これはもともと配信者じゃん、はい、だからリスナーさんがコメントもらえるのは全然嬉しいんだけど、はい、お前さんの配信で俺の話はしない方がいいかなと思って。ガチいいと思いますよ。だって普段配信しないんで。いや、なんかツイッターでリプライ送るのも人に見られるのもあれだしって思ってる人がここでそういう意見が出るんだったら、そこは答えていきましょう。ジャパニーズマフィア。いろんな小外ばかりに顔出してた。あの仕事を多分8つぐらいやってる。やいろんなフロント企業やってない。産室細々やってるだけだから。マジ美味しいね。これ全然マジで真面目な話、明日ここでも全然大丈夫。これ24時間、そう、24時間なんですよ、ここで。俺個人配信をするのが初日のそのデトネーター KR のオフィス以外初めてな、うん、昨日やってないんですよ、うん、なんかこれ見てる人分かんないと思うんですけど、この辺物価めっちゃ高いんですよ。高い、めちゃめちゃ高い、めちゃくちゃ。ホテルで
ビール飲もうとしたら、ビール1杯最低で1100円、マックス1杯2000円いくらやばすぎるやばすぎる。どこにね、だって昨日もあばらさんと僕とモロさんで肉食いに行ったじゃないですか、焼肉。あれなんかそれたまない感じでやってましたけど、あれ1人9000円でしたから高い。3人でもう、まあ、大体1人約1万ですよ、うん、高すぎる。あばらさんは言ってた、え、9000円って言ってたいや、分かるよ。いやでもうまかったっすけどね、うん、うまかったけど、でもなんか雰囲気そんな高級店ってわけじゃなくて、そうなんか夫婦で切り盛りしてますみたいな正直雰囲気だったじゃないですか。見た目はもう家族でやってますんで。で、ここは1人前900円、これ、これいいよ、ここいいっすね。ちなみに言うと、ここ見つけたの俺なんだよ。ありがとうございます。俺なんだよ。実はモルさんが経営してる手広いね、サンシスター。サンシスター手広いね。あ、マジ辛い。これも辛い、もしかしたら。多分ね、これも辛いよ。いや、なんかさ、ちょっと言って、はい、言ってあげて、リスナーさんに。なんか、ちょっと怖いって言われてもちょっと心外だから。怖いでしょ。いや、ガチな話、はい、ガチな話よ。本当、森さんは怖くないですよ。そう、俺、e スポーツ界隈で、はい、多分一番優しいよね、多分。いや、マジで本当にそういうレベルで優しいですけど、見た目は一番怖いのは間違いないです。普通の人はだって近寄れないですよ。そこはさすがに若干自覚はあると思うんですけど、全然上げてない俺も全然フォローしてない もっとこう、いや本当にやっぱり釈迦リスナーだから、釈迦の言うことは、あ、そうなんだ釈迦さんと思うじゃん。いやでもだってそれこそ20代のお兄ちゃんがモルさんみたいな格好して歩いてたら、やんちゃだなっつって見てますけど、でモルさんの年でやったらもうマジで本当に筋もんに見えますから。下がってる下がってる目いっぱい下がってる。あ、本当ですか。下がってる。目いっぱいのフォローのつもりだったんですけど、何も何もフォローしてる。これまだ頼むでしょ、これ。うん、ガンガンいけます。あと2、3、食ってからでしょうか、どうせ乗せれないし。めちゃくちゃ焦げてる。ちょっと、うん、結局産地食ってねえし。産地に巻こう。さん代表葉っぱ決めてますよ。すまんね。え？なんすか？え、あ、合ってます。いや、葉っぱを今から巻くから。え、なんか巻いて？巻くんすか？葉っぱ。手巻き。あのね、サクサクってる。目いっぱいさ、なんなら俺じゃなくて。酸質下がってる。本当すみません。さすがにそこは口から。うん、あ、これ、ま、決まる。決まる。これ産地の手前にある葉っぱなんですかね。あ、これゴマの葉。あれ。これも美味しいよ。でモルさん甘いですね。これはこれを挟まないと。あ、それいいかも。巻いて。あ、おいしい。おいしい。残念ながら。一個もっと食べますか。あ、two。two。Yeah。これ上等の葉っぱっすね。うまい。上等の葉っぱ。上等の葉っぱ。はい。あ、チェーン。
肉もめっちゃうまいです。飛びますよ。そう、その前にこのごまの葉あるじゃん。はい。こっちも。はい。これは結構クソやる。食べた？いや食べてないです。僕多分苦手だと思って。じゃあ一回食べた方がいい。これだって俺小学校の時に庭に生えてたあのアジサイの葉っぱと同じ形してる。それシソ。いやアジサイってシソなんですか？違う。あ、びっくりした。なんでアジサイがある？アジサイって自分で言ってんじゃん。いやなんかアジサイの花で葉っぱはシソになるのかなと思って。僕あの本当に今回の国際大会は本当に不安で、まず国旗わかんないんですよ。韓国と日本しか正直わかんないんです。ごめん俺に喋ってんの？はい。俺リスナーさん喋ってんの？いや、ね、ガン無視してた。モレさんに話すことで間接的に入ってんの。国旗がマジでわかんなくて、正直日本と韓国しかわかんなくて、で、正直中国になってくるとベトナムあたりと区別つかないんですよ。いや、つくよ。いや、本当につかないです。いや、だって昨日資料いっぱい見てたじゃん。はい。で、ブラジルはわかるんですよ。まあ、癖強いんで。強いんで。癖が強い。いや、マジわかんないんですよ。チリもわかんないから、うん、なんかあのイギリスって言い方めっちゃあるじゃないですか、うん、ユナイテッドキングダムと。それは正解。あと、あのなんだっけ、まあ、UK でいいよ。いやでもあれゲーム内の表記だと、うん、なんだっけ、グレートブリュンヒルドみたい な, いグレートブリテン、グレートブリテン。そうそうそう。で日本で伝えるのはイギリスじゃないですか、うん、でもそれがもうわけわかんなくて、それは多分でも今日は頑張ると思う。多分 ほぼ間違いなかった。今日は何、今日はほぼ間違いなかったんだよ。ああ多分俺がの記憶がのうちでは一つも間違ってないんで多分大丈夫。でもチョコだけ食べて。あ、はい。あの生肉と混ざっちゃう。本当に自信なくて。アバラさんが横で結構いろんな、アバラさんも結構雑学王なんで、うん、いろいろ教えてくれるんですけど、もう全部右から左で何も入ってこないんで。授業を受けてる気分に。混ざっちゃっていいよ。うん、大丈夫。また行けばいいし。でも今日本番中にアバラさんはチャイニーズタイペイのことをタイペイアサシンって言ってました。それダメだろ。それダメだろ。僕は韓国のことを多分ジェンジーって5回ぐらい言いました。いや半分ジェンジーだからさ。いやそうなんですよ。コーチもジェンジーだから。むしろ半分越してる。 60% ジェンジーなんです。これ多分、多分って確実に明日も俺ら臭いね。あ、でももう韓国の人でも言ってました。ニンニクはよくもう平気で食べるし、うん、平日、まあ、例えば水曜とか火曜とか、うん、次の日が仕事がある日でも食うし、うん、あのなんだっけ、気づかない間にニンニクが入ってる料理もめちゃくちゃ多いから、うんうん、もうほぼ気にしないって言ってました。気にするのはデートの前日ぐらいって言ってました。うんうん、でも女の子に対しては気に使うのはね。それは日本も一緒だね。そうですね。めちゃでも嫁もニンニク好きなんで、お互い気使わずにゴリゴリいきます。まあゴリちゃんだけどね。はい。マジゴリラ。最近ゴリラ見が増して。なんであんな可愛い子はゴリラなの？いや、なんでしたっけ？でも自分でつけたんですよ。あ、そうなの？自分でなんか母ゴリラみたいな。母ゴリラって名前つけて。でもニンニクが食いすぎるとマジで腹壊すんだ。生はまずい。あのね、おいしんぼ。お。好き？いや、ないです。いや、ないです。でも多分ああいうの好きです。俺クッキングパパ結構見てる。ああ、絶対ハマるハマる。おいしんぼでプロ野球選手が力が出なくてホームラン打てないみたいな。でパワーをつけようと思ってニンニクのすりおろしたやつをガバガバ食べるんだけど、余計に打率が下がっちゃう。あ、そこにエマオカシロが出てる。それじゃダメだっつって。
ニンニクは生で食うと逆に体を弱らせる、火を通すとなんちゃらかんちゃらがどうのこうので力に変わるんだよ。あ、火通せばいいんだ。そうだから俺たち火通してんじゃん。はい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 、だからすごいいいからね。あ、そうなんだ。火通しても腹壊すのかと思って。火通せばね、いいんだって。あの成分が変わるから。あ、釈迦さんいい嫁もろたなって言ってるよ。いや、森さんのところの嫁さんにはまじなくて、あのゴリちゃんはね、あの絶対、まあ俺そんなすごい親しいわけじゃないですけど、すごいいい奥さんだと思うんですよ。ただあの結婚する前ね、あのヒールのある靴で顔面蹴られて釈迦の目尻にバッサリ切り傷が入ってた。ちょっと待って、そのこの話はでも俺まだ配信でしたことないんで。あ、そうなの。はい、じゃあ初だね。いやでも、はい、あのもし怒られるとしたら森さんが言ったって言ってます。ゴリちゃん見てないよね。いや、わかんないです。それはわかんないです。まあでもそうですね。忘れてほしい。まあヒールでぶん殴られたか蹴られたか忘れましたけど。蹴られたの。はい、なんか顔に切り傷ができるほどの鋭いキックだったか、パンチだったか、ビンタだったか覚えてないですけど、受けたっていうのを守さんが配信で言ったよって先に言っときます。やめろよ。やめろ。いや、ガチ話すると、まあまあカップルなんでね、喧嘩はしますからな。はい、あ、まあでも喧嘩をよくしてたみたいな話は、うん、で喧嘩して、ね、まあ釈迦もね、まあそれ若いから、僕も絶対引かないですから。うんだよみたいな感じでふてくされて、新宿の路上にまあこうなんかうんこ座りみたいな感じで、まあ、釈迦は座ったんですよ。ちょっと待って待って待って、違う。そしたら脚色されてる、脚色されてる。奥さんが何喧嘩してる最中に座ってんだよってなって、ヒールのある靴の裏で釈迦の顔面をガーン。あ、そんな話でしたっけ。そうだよ、俺あんまり覚えてないな。でっていうことなんですよ。モロさんこれマジ見てください、一歩間違えたら失明しましたよ俺って言ったら、メリリンところブワサって切れてた。うわー、お前これ2センチずれたらもう FPS できなかったねって言ったの覚えてる。いや、あんま覚えてないです。いや、今の今まで忘れてました。よく覚えてます。そんなこともあったかもしれない。あのね、皆さん分かんないかもしれないけど、釈迦がちょっとあんまり余計なこと言わないでもらえますかっていうポーズをしているんで、これ以上やめときます。怖いなって思って、いや、むしろ配信でどうとかが怖いなんじゃなくて、帰ったらゴリラ怖いなと思って。まあでも今のは何の脈絡もなしにいきなりこの話になったんで、多分100もおるさんが悪いよな。100悪いよな。なんだかんだでね、皆さんね、あの僕釈迦と付き合い始めたのってPUBGからじゃないんですよ。もう10年前だよね。10年近い、もうすぐ10年。もう10年。あと1年ぐらいで10年。そうだ。9年目ぐらい。だからもういろんな裏話いっぱいありますよ。いっぱいありますから。まあ、クリアな、僕ほどクリアな人間。言わないけどね。言わないけど。僕はクリアな。氷のような。モルさん飲んでくださいよ、飲んで言わせようとしてる。モルさんこの間でも結構口回らなくなった。まあないと思うけど、いやワンちゃんうちの嫁さんね、釈迦配信見てるから、はい、まあ、名古屋の夜みたいに俺は変な言い方したら怒られちゃう。なんかありましたっけ。俺もう本当昔の記憶ほとんどないな。あんじゃん、あの名古屋オタクのボス、はい、オタクのボスと、はい、江尻マサルよ、はい、ね、マサルニキと俺で名古屋の夜酒飲んだのよ、はい、で今のPUBG運営東京室長、はい、井上陽一郎、井上陽一郎、はい、当時まだPUBGになる前、当時アバのプロデューサーで、はい、3人で名古屋のね、俺なんかその話の先が俺分かんないっていうか、あんまり覚えてないから、めちゃくちゃドキドキしながらこれ聞いてるんですけど。あ、全然大丈夫。いや全然問題ない。あ、本当じゃ、むしろ俺が嫁さんに怒られたって話。ああ、なるほど。もうめっちゃドキドキする。名古屋で酔っ払って、俺が
名古屋の栄っていう、まあ、歌舞伎町みたいなところ、はいはい、の路上の隅っこで速攻にはまって寝ちゃったの。あ、ね、あ、わかりました。そう、でそれをそのサブ G 寿司荻野栄一郎とデトネーター代表江尻勝は助けもせずに動画に収めて、それをこっそりこっそりツイッターにアップした。で俺はその名古屋の仕事を終えて家に帰ったら、ただいまって言ったら、普通うちの嫁ちゃんってお土産何とか言って出てくるの、はい、かわいい、かわいらしい、ね、かわいい感じね、はい、リビング座ったまんまちょっとこっち来て、何何お土産、お土産、お土産じゃなくてちょっとこっち座って、はい、何で言ってた、あなた何歳なのいやガチなやつ、いやでも、いやなんすかね、失礼な話かもしれないですけど、もう至極真っ当な意見だなと思って、えって言ったら、江尻さんか井上さんか分かんないけど、ツイッター見たよ、この動画見てって言ったら、俺が栄町のアスファルトの隅っこに倒れ込んで、でそれを喜んで、動画撮ってんのよ。その周りに仲間だと思って野良猫が4匹にニャーニャーってこう一切記憶にございません。地獄みたいな、地獄、俺それ以降仕事行くのに財布から金抜かれて飲みに行っちゃダメ。あ、最低限だね。その時はね、はい、その瞬間は、まあ、でもあのうちのゴリラは結構感情派でなかなか理不尽なんで、あのモルさんも痛いところ話したからいい分ねみたいな言い訳は全く通用しないです。やられたかやられてないかで判断するので、まあ多分ゴリラがもし聞いたらやられたっていうあれしかないと思うんで、そんななんか俺も話したからいいよねみたいな雰囲気だったらでもダメです。ダメです。僕はいいですよ。ダメです。ゴリちゃん見てないこと祈るわ。ゴリちゃん見てます？僕じゃないですからね。ちょっとそれは嘘でしょ。お前さんの旦那がだから。マジで怒られるやつですか。ダメダメ。アーカイブとかやめろや。スイッチなクリップっていう機能がある。怖いな、日本帰るの怖いな。もう行けるっしょ。あ、めちゃくちゃ行ってました、すみません。あ、そうなの。この辺ちょっと前評判だと安いけど、うん、24時間やってて、うん、まあでもサービスは悪いみたいな、そうそうそう、なんか評価があったって言ってましたけど、そう、でも普通に気のいい、いやめっちゃサービスね、うん、いい場所だ。でもさっきさ、最初にお肉置いてくれたおじちゃんじゃなくてお兄ちゃんいたじゃん。ああ、はい、彼は顔見てサンキューって言ったらガン無視されたから。でも多分こっちの発音の問題だと思いました。そういう時は伝わらなかったな、うん、悲しい。辛どっち、そっちもかな。何ですか、これ。いや多分ごまの葉じゃない、ごまを作る、あ、そのごまを作るって言うんだけど、あのごまって葉っぱなんですか。
ごまってどうやってできてるか全く知らない。ごまって葉っぱなんすかの意味も分かんないし、これがごまの粒に見える。違う、いや俺の日本語はおかしかった。例えばブドウができるときも、うん、葉っぱってできるじゃないですか。そういうこと、そういうこと、うん、ああなるほどなるほど。ブドウの実があって、あ完全に理解しました。ごま実じゃないよ、はい、ごま種だからね。はい、まあそうなんですね。何の種なんですか。ごまの、ごまの実はどこ行くんですか。実はない。捨てるんですか。いや、ない、ないない。種なり、じゃあ大豆もそうじゃん。大豆って見てないし、あの種が食べる実じゃん。枝豆と一緒ってことですか。それ大豆じゃん、はい、枝豆って大豆なんですか。どうなんそれ、どうなん。枝豆じゃない。枝豆は枝豆だね。枝豆は枝豆、うん、でもあれは枝豆 の、 あの例えば中身を植えたらどうなるんですか。あ、出る出る。ってことは種ってことですよね、枝豆は。そうそうそう、種だね。大豆も種、はい、あ、じゃあごまも一緒だ。一緒今ちょっとなんかゴリ押しみたいな感じでしたね。いや俺若干もうねもうめんどくせえしいいかなみたいな僕らアホやん。あの僕たちね、e スポーツ界のね、低学歴コンビなあ、社会国家がないね。いや、僕、専門まで行ってますよ。俺も専門まで。まあ、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 職歴にね、あの履歴書に書くのは、まあ、高卒、うん、まあ、普通。普通ですね。普通だ。え、専門行ったの。専門行きましたよ。で、俺で会った時って専門だ。9代前のネカフェで、九州のあそこだと行ってた。あ、行ってましたね。じゃあ、あ、そうなんだ。行ってたかな。行ってたと思いますよ。いや、僕そこでちゃんと資格取りましたから。何の。電気工事士一種合格率 20%。 何。合格率 20% 取ったの。取りましたよ。買い玉でしょ。いやいや、うざい、めちゃくちゃでしょ。ちゃんと勉強しましたよ。失礼が。俺あれだよ、俺情報処理の、あのお菓子券あるんだけど、これ俺、あ、やめよ、これ、なんでもない。あの法に触れるところがあったんですか。いやいや、ないない、なんもない、受かったよっていう。なんかやったな、これ。やってるな。やってない、やってない。いや、これまだやってる人の焦り方し、あ、いや、なんでもない、明らかに何かがある言い方し。もうこういう結構ね、言い間違いがあるんですよ。今日も話したじゃん、2、3年前の僕の配信、もう今配信やってないですけど、ね、2、3年前の配信でなんか人生相談みたいななったんですよ。リスナーさんから、俺高校生でこんなんなんだけど、僕はこういう風にしたらどうなのって話をしたんですね。でリスナーが、ものちゃんの高校生の時どんな感じだったのって言われたんで、言い間違いです、言い間違いで、俺の時か、女酒ギャンブルタバコかなみたいな言って、えって言われて、あ、ごめん間違えた、年代間違えた。さっきのもそんな感じ、なんか喋ってるから俺がどんどんボロが出るから。あのでも大学生の時の話だったっていう話ですよね、それ昨日の話。ね、言い間違えた。22歳の時の話。いや、でもね、みんなね、あれですよ、遊んだ方がいいですよ。ゲームもいいけどね、はい、だって社会もそうじゃん。でも最近は結構時代も変わってきて、そのゲームも結構ゲーム仲間と会うとか、うん、なんか例えばネカフェで一緒にプレイするとか、うんうん、なんかいろいろなんかその増えてきたじゃないですか、うん、ただ家で一緒になんかこう VC つないでゲームするだけがゲームじゃなくなってきたんで、出会いがあるっていう。そうですね、変な出会いじゃなくて友達を作るからですね。いい感じもしますけどね。
너 씨발 너 나 너 네가 존나 너 내가 体動かすだけが別にいいわけじゃないですか、まあ、体動かすのもいいですけどいいことなんですけど、まあ、いろんなその人生の楽しみ方というか、まあ、いい話になってきましたね、いいよいいよ、あると思うんで、まあ、僕たちが若い時はそういう遊びは選択肢なかったですけれど、ね、いや今から釈迦さんのいい話始まるからね、まあでもそういう生活ばっかりしててもね、ゴマがどうやって生まれてきてるかもわかんないよ人間になっちゃうんで、やっぱまあ勉強は大事なの私は思いますけどね、まあ勉強はしてなかったでしょ正直。いや知ってますよ、いや嘘だ、待ってください、いや俺じゃあぶっちゃけていい、初めて九州の、ね、9代前のネカフェで会った時、はい、髪の毛ツンツンの短髪の金髪、目つきギョロッとして細っちょろい男の子が超絶エイムでバシバシって倒せて、で、あ、釈迦君はじめまして、いつも対戦させてもらってるモルですって言った、はい、あ、どうもはじめまして、あ、ちゃんと挨拶してくれるんだ嬉しいなと思ったけど、はい、こいつ絶対勉強してねえやろと思った、いや失礼でしょ、ちょっと待ってください俺多分その時その瞬間19歳だったと思うんで、うん、人生で一番勉強してたと思います、それこそその資格を取るために、うん、俺で電気工事ってめちゃくちゃ数学なんですよ、度数学なんですよ、うん、なんかなんだっけ、なんかヘンリーの法則だかなんだかは知らないですけど、なんか指こんなするやつなんかあるんですよ、まあ、ヘンリーではないなそれ、はい、なんか、まあ、わかんない、バンシーだかなんだかわかんないですけど、バンシーかバンジーかわかんないけどね、はい、なんかあるんですよ、うん、あ、フレミングの法則か、そうそうそう、それを本当に勉強してめちゃくちゃ勉強これまだいけますけど、うん、2か、まあ、2でもいいし1も、うんうん、いや人生で一番勉強しましたよ、なんか本当に俺あの知恵熱って出るんだなと思いましたもん、めちゃくちゃ勉強しましたよ、あの時俺数学が一番苦手だったんですよ、国語と社会はそんなに正直勉強しなくても点数を取れてたんですよ、勉強できるんだろうな、え俺だって小学校の時とかクラス 1,2 を争うぐらい漢字テストで100点の取り合いしてどっちが先に100点切るかみたいな勝負してました、小学校の時は。相川さんっていう女の子と漢字テストは100点バトルしてました、相川さん負けてましたけど、負けましたなんであんななっちゃったの、え、なんであんななっちゃったの、いやいやだからしてましたって、電気工事の意思を本当に取れるぐらいは勉強した。これだけ多分電気工事してた人だったら割と大変さ分かると思います、 あの資格持ってんだっていうレベル、いやまあいや本当にガチの専門系になってきたら、まあでもそこはスタートしてんだよねみたいな感じだと思いますけど、でも1年間の合格率 26% とかですから、 23% とか、あ、でもそれはすごいね、難問だわ、難問じゃねえよ、難関だわ、難関、まあ確かに電気工事士のね、国家試験ではゴマの葉のことを教えてくれないからね、ゴマの葉のことは教えてくれない理科とかはもう本当に苦手、理数系がマジダメでしたね、モルさんは、いや、モルさんの話はやめておきましょう、はい、僕もなんとなく分かってると思う、分かってるつもり、何も、いや、なんもないです、いや、やめておきましょう、本当に三振数なくなっちゃうかもしれない、ないよ、何もあれ匂わせついたみたいな、何もじゃないよ、三振数なくなっちゃうかもしれない、本当あれだけは俺言えねっすよ、よう落とすね落としてくるわ、やめろ、俺カットカットこれ좋아한다고だからあの話はリスナーにしたの、いやしてないと思う、いや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 、そんなヤバい話じゃない、一緒にヤバい話って何あったかなと思ったら、
まあ、さっきの浮かんだのが3種類の変な3種類の方は言えない。これ本当に言えない。分かった分かった、俺も察する。これ言えない。言ってきたじゃん、坊さんちょっと聞いてくださいよって来て、もう5年ぐらい前よ。ね、どうしたの？ 3、4 種類。そう、いやダメダメ、言わない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 けど、覚えました。いやあれは話はしてない。ダメですダメです。いやいや俺じゃなくて、はい、あなたはしてない。してない。ああ、オッケー。いやでも別に犯罪じゃないですからね。あ、全然犯罪。法にも触れてないし、何にも触れてない。マナーも違反はしてない。してないしてない。そこだけは言ってます。うん、要はいい。やっぱちょっとで純粋に恥ずかしい話っていうだけ。はい、さっきモルさんの仕返しって言ってますけどね。僕の仕返しはここまでです。もう盛んに、あ、このおっさんこんなこと覚えてるんだ。それで終了です。なんかもうこれあのよく YouTuber とかが炎上する配信になってる流れが怖すぎるよ。俺明日ぬいぐるみになってるかもしれない。ダメですよ。まあ本当にゲーム始めてからマジゲームしかしてないですから、うん、それが仕事じゃん、うん、配信してゲームして、あのその前からっすよ。それこそあの選手でやってた時も全てを犠牲にしてゲームに注いできましたから。でもきっかけはさ犠牲じゃないじゃん。まあまあまあ、この話はしたリスナーに。え、どうですか、きっかけ。きっかけ、いや、それ別にいいっすよね。あ、じゃあ東京に出てきた話。ねえ、違う違う違う、その前。その前、この前、あ、なんでゲームにどっぷりハマったかのきっかけを。あ、でもあれ、これはちょっといろんな多分それなんか語弊があると思うんですけど、純粋にゲームにハマったのは、もともとゲームはずっとハマってたんですよ。あの、あれですよ、あのスプレステとか、うん、なんだっけ、ゲームキューブとか、うんうん、でプレス2まで、でそこからは結構外で遊ぶのが好きで外でずっと遊んでたんですけど、親父がある日突然パソコン買ってきたの、ノートパソコン。それでなんかそれ無料でできるゲームがあるらしい、うん、まあ親もよく分かんないけど、うん、なんかあるらしいよっつって、でそこから MMO をやり始めたのが、まあ、そもそもゲームを始めたきっかけですよ。あ、そうなの。はい、いや本当に、いや分かった、それは本当なんだよね。なんか、いや嘘だと思ってないよ。まあ俺がその話を聞いた6年前の釈迦が俺に嘘ついたんだけどね。でも一回、えでももちきっかけはそれだな。その後一回結構そのまた遊びに行くのが楽しくなった時期があって、うん、それは聞いた。その時は結構遊んでたんですけど、別にそれも特に理由があったわけではなく、自然にまたゲームに戻ってったような記憶がありますけど、まあまあ、はい、なんすか、怖いな。いやいやいや、怖くない。最初はあれしてます、リネージュ、うん、リネージュ2を最初やったんですよ、うん、でリネージュ2って月額課金制だったんですよ。最初のだったんだ。はい、でも最初の2週間はフリープレイだったんですよ、うん、でそのフリープレイをして親父に、なんとかお小遣いいらないからこの月額課金でこのゲームやらせてくれって言ったんですけど、うん、ダメって言われて、うん、でなんか無料の FPS じゃない、MMO をやり始めた。それは何？その時がキャントラっていう、なんかもう、ああなんかあったあったあった、あの元宝、それこそ今はもうパズドラで一時期有名になりましたけど、うん、パズドラの元宝さんが出してたキャントラっていう、なんかあの、あとエジプトじゃない、インド、あなんだっけ、ビシュヌ、シヴァ、ブラフマーって何でした？あ、インドだね。インドかな、インド神話。なんかそのインド神話のモチーフで、あのシヴァ神を信仰するかビシュヌを信仰するかブラフマーを信仰するかで、こう自分のその軍が分かれて、結構ニッチな入り方だね。そうですね。でそこでこう怪人を舞を楽しむみたいな。で、あの怪人のレベルがランクがカースト制なんですよ。カースト制なんですよ。
もう覚えてないな、何だったかな。敵を倒せば倒すほどカーストが上がってる。カースト強い。まあでもその時に使ってたハンドルネームだけは俺で未だに誰にも言ってないですね。え、何気になる。もう中二病もシグラみたいな。何、まあまあ、いやもうこれ言えないです。知りたいよね。だから言えないです。もう絶対言わないです。これもうこうなったら言わないです。もうこれは俺墓に墓場まで持っていこうとしてる話なんで結構恥ずかしいのお前。いや漫画から食べました。ああの結構そういうなんかバトル系の漫画から食べました。まあ、漆黒の翼系ではないと思う。あ、そう、漆黒の翼とか、あれですね、漆黒の大魔王系じゃないですよ。なるほど。万事漆黒の大魔王万事っていう、クラッチ君的な名前ではないですね。ここでクラッチがやり玉に挙げられる。あ、混沌の大魔王だ。言ってやんなよ。いや、これはもう結構配信でも話題になってる。混沌の大魔王って言って万事混沌の大魔王万事です。あ、万事じゃないかな。あの十字架のマークだったかもしれない。ああのどっちだったか剣みたいなやつね。クロスみたいな。どっちだったか。いやでもまあ本人曰くリアルの友達とゲームを始めた時に、うん、ネタでつけたらしいんで、はい、いやそれねネタって言ってるけどね、その当時は本人本気だったかもしれないよ。でまあ、僕はガチだと思ってますけど、まあ、でも表向きはそうしましょう。なるほどね。かわいそうじゃないですか。ソウルがお届けするこの夜中の配信でクラッチもディスられてると思わない。クラッチ君あんまりいじると本当に詰めるんで。今日言ったけどクラッチにはお土産があるから。ああ、髪の毛がおしゃれになった誰々の写真。だから PKL のお姉さんと写真撮りたいな。それがわからないんだよね。いや綺麗だけど写真撮りたい。なんかあの僕やっぱずっと見てたんで、なんかそのずっと見てるとなんか視聴者側にも完全になりきると、やっぱりなんかこう記念に撮ってきた。僕ね、やっぱりいいよ、やめよう、やめよう。僕も基本ないんですよ、はい、そのあの例えば東京ゲームショーで、例えば東京ゲームショーで、可愛い女の人が、まあ、コンパニオンさんがいるじゃないですか、うん、そういう人と一緒に写真を撮りたいっていうの気持ちは俺ないんですよ、うん、なんですけど、なんだろう、まあ、例えば、モルさんがずっと見てた海外ドラマがあったんですよ。ほうほう。海外ドラマ見えますって。海外ドラマとか見る？見る見る見る。海外ドラマを見せて、もしその俳優さんがちょっとこう一緒の自分のテリトリーにいたとして、ゲームのイベントに来ましたってなって、話しかけられる状況にある、目の前にいる、うん、だったら、あ、ちょっと写真一緒に撮ってもらえないって言わないですか？絶対言う。あ、いや、そう、それと一緒です。でも今日会場にいるお姉さんって、あ、ずっと PKL のインタビューをしてた。うん、で俺 PKL ずっと見てる。ああ、そういうことか。まだ分かる。そういう感じです。やっぱ記念に撮りたい。でも演者だしさ、はい、撮ってくれる。いや今日同じ僕たちの控え室に入ってきた、何目的か分かんないけど一瞬入ってきた、帰り同じバスだった、バス出たタイミングと一緒、同じタイミングでホテルに入った、同じタイミングでエレベーターに向かいましたけど、俺は一言も声をかけれませんでした。なんで？なんで？極度の緊張で。そんなにあなたのアイドルだの？そういうわけじゃないでしょ。いつも見てるお姉さんだっていう感じでしょ。まあ、でもなんかね、やっぱ国籍が違うと、国籍が違うと、それこそ今日あの選手の名前とかは、うん、あの英語圏のキャスターさんもいたんで、うん、
マジで意味不明な、なんで発音すればいいんだっていう選手に関しては、キャスタールーム行って、もう、キャンユーテルミー、なんか、なんだっけ、彼の名前をなんて呼んだらいい、うん、He's say name だか、なんだかわかんないですけど、なんか言ったんですよ。それで、そういうやつはいけるんですけど、うん、ただもう自分の趣味で、趣味というか、まあ、俺が今まで見てた、その趣味で、なんか、一緒に写真撮ってもらいたいとかになると、やっぱ急に辛くなります。あ、そう。俺だってドクとかに話しかけるときにめちゃくちゃ緊張しましたもん。ああ、まあまあ、でも、わかるよ。背中ビチャビチャでした。え？背中ビチャビチャでした。いや、まあドクとか大物だけど、まあ、人間だからさ、まあまあまあ、ダメだったらダメって言われるだろうし、まあ、写真はちょっとって言われたら、やっぱあるじゃないですか。だから俺、気持ちが分かりましたよ、人々の。ゲーム界隈の人々の。どういうこと？言ったら僕って結構今までその選手側だったんで、うん、で真面目な話、変な意味なくて真面目な話、撮ってって言われたことはあっても、うん、撮りたいって言ったことはなかったんですよ、うん、もう5、6年間。でもなんかこういうちょっとこう見る側に回って初めてそういう気持ちが分かったというか、そういう時ってやっぱりすげえ緊張する。なんか向こうがどう思うかとかじゃなくて、純粋にその声をかけるっていうこと自体に勇気がいる。まあいや、分かるよ、勇気いるのは分かるけど、僕若いですからね、まだ人生経験が浅いんで。なんで俺にその最後俺なんで落とされるの。いや俺ね、おととしの年末にドワンゴさん、はい、もうニコ生のゲームイベントがあったんで、はい、釈迦も来てる、はい、覚えてる、あの時当時うちにレスカーがいて、はい、レスカーを出演させる、はい、で俺は同行した、うん、で別のあれで釈迦も来てた、はい、覚えてるでしょ、はい、控室も一緒でした、はい、そしたらあの時さ、あの時戸さんと来てたじゃん。いらっしゃいましたね。いらっしゃったでしょ。で時戸さんって先にリハーサル終わって先に帰ったの覚えてる。いや、そこまで覚えてないな。時戸さんね、先にリハーサル、ストファイのリハーサル終わって、じゃあ失礼しますって帰られたのよ、うん、でみんなお疲れ様でしたって、俺はもうお疲れ様です、俺は平常心で普通にお疲れ様ですって感じで他の人と一緒に挨拶してたんだけど、はい、俺の中ではうわ時戸やーみたいな。 あなたの話してる？知らないです。時戸さん浜町の駅に向かって歩いて帰ったんで、はい、俺その後ですからちょっと俺離席するわって言って、はい、俺浜町の駅に向かって猛ダッシュ。うわーって、はいはい、そしたら見て歩道を時戸さんがね、まさに背中に天って書いてあるかのような背中で浜町にテクテク歩いてみて、はい、もう歯入って時戸さんって言ったら、はい、あの今日ご一緒させてもらったサンシスターの、あどうも、何でしょうか、俺とツーショット撮ってください。いや本当じゃないです。いやそれがやっぱできないんですよ。あのいやみんなできるんですよ、あの飛び出て駆け寄るところまで行けるんですよ、うん、でも15メートルぐらいまで近づくとスッてちょっと冷静になるタイミングがあるんですよ。なんて、いやこれなんて話しかけようと思って、いやでもこれ後を追っかけて話しかけたら、いやその自分だったんですよ、自分が行ったら、いやこれ後ろから突然声かけたらちょっと気持ち悪いかなとか、いや驚くかな、それ遠回しにさ俺気持ち悪いやつだったって違うんですよ。いやとかなんかその声をかけられた側は、そんないきなり後ろから声かけられたとしても、あ、どうしましたって感じなんですよ。なんですけど、声をかける側としてはいろいろ考えるわけですよ。うざいかなとか、これ伝わってるかなとか。分かった、分かった。なんかいっぱいいろんなこと、余計なこと考えちゃうんですよ。分かるよ。冷静に考えて、時戸さんもいちいち帰り道に呼び止められて、はい、あ、通称だからみたいな。思うかもしれないじゃん。いや、それは思わない。いや、そんな悪い人じゃないけど、はい、人によっては思うかもしれないじゃん。はい、けど、その時の俺を振り返ると、うぜえって思われてもいい、時々と写真撮りたい。子供だ。子供だ。もう、うざがられてもいい、写真撮りたい、その一心だね。まあでもそのくらいの方がやっぱり言われてる側からするとやっぱり嬉しいですよね。うん、まあ、もうサクッとして、なんでさ、釈迦さん道端でさ、あ、釈迦さんだ、写真撮ってもらってもいいですかって言われてイラってする？しないです。しないでしょ。一緒だよ。いやそれは分かっててもできないんですよ。自分の場合声かける
時はうざいじゃないかさっき言ってたみたいに、ああいやなんでツーショットがうぜえなと思うかもしれないじゃないですか、うん、でそれを考えるとどうしても立ち止まっちゃうんです。いやーって、欲望に忠実は大事ですよね。だから僕あれが苦手なんですよ。その人と写真を撮ることはいいんですけど、うん、その街中で撮るときって、周りの人がめっちゃ見るじゃないですか。なんだなんだ、うん、あそこなんかやってると思う、うん、それが苦手なんですよ。あの空気感、なんか謎に赤の他人に注目されてる、あれがめちゃくちゃ苦手なんですよ。え、なんで？超苦手です。嫌いです。いや苦手っていうかもう、なんなら嫌いです。いや、俺はね、僕はちょっとね、マジで言っていい？はい。だってあなたのさ、好きでやってる、好きなことをして、今、配信やってるでしょ？はい。終わりですか？はい。はい。いや、ここは俺、謎のこだわりというか、もうこれはもう性格上どうしようもないですけど。注目されて、あ、違う、これだけ聞かせてください。いや、わかります。注目されて、自分の、はい、言っていいけど、はい、セリフ間違ってる。そういえば、ちょっとモノさん言ったじゃん、はい。ここだけは言わせてくださいって言いたかったんでしょ。はい、今、ちょっと待ってください、モノさん。ここだけは聞かせてください。聞かせてください。あ、じゃあ俺喋っていいの？あ、まあ、ここだけは言わせてください。ゆきゃみでもむしろ聞かせてください。え、急に振られてもやめないの？今、あなたのターンになったわけでしょ。いや、あの、俺、ステージに立つの好きなんですよ。ああもう、なんか100人、200人、うん、まあ、それと1000人、2000人いて、あああのプリズムホールとかそうだったじゃないですか、うん、ああいう場所で立つのめっちゃ好きなんですよ。いや、そりゃそうさ、気持ちいい。そりゃそうさ。いや、でも俺気持ちいいじゃん。これよく俺この話するんですけど、配信にもするんですけど、あの小学校っていうかもう幼稚園ぐらいの時ずっとこれだけが苦手で、クラス替えってあるじゃないですか、うん、クラス替えの時って一人一人立って自己紹介するじゃないですか、はい、あれがめちゃくちゃ苦手なんですよ。嫌いなんですよ、うん、で、なんかあれって別になんかその自分が注目、なんかその自分のことを好きとか、はい、気になってる人が来てるわけでもなく、はい、なんかこう、なんだろう、その中でこうなんか目立つような喋り方をしなきゃいけない、はい、てかもう喋ると目立つというか、うん、みんなが自分に注目してる、うん、こいつ何話すんだよ、興味ない人も興味ある人もいるかもしれないけど、うん、俺その空気がめちゃくちゃ嫌いで、街中で写真撮るときってその空気なんですよ。わかる。つまり例えば大会とか実況で表に立つときって、はいはい、まあ実況は違うかもしれないけど、社会配信もそう、はい、何かしら社会に興味が少しでも持ってる人が見てくれてる感じ。そうです。なんかそのなんか保証が欲しい感じ。大会もそうじゃん。自分が勝ち上がったからオフラインの会場に社会がいる。そうですね。でしょ。でそれを見に来てくれてる人がいるから、で街中は別に何か自分が売り込める保証もないのに、誰かも分かんないけど何かやってるからちょっと注目されるみたいな、うん、その空気感がめちゃくちゃ苦手で。分かる分かる分かる。リスナーも分かるって言ってる。それは分かる。俺別、俺別どこでも目指したい。好きなんだ。好き。どこでも目指したい。いや、そうなりたいんですけどね。だって出しゃばりなんだいたいもうわかんじゃん。そうっすかね。普通さ、目立たない。皆さんはでも割と人一倍気を使っていただいてる感じがしますけど、ね。気は使いますよ。なんだって e スポーツ界一優しいからね。自称ね。ちょ、さっき自分もそうだった。なんでそれはわかんないです。もしかしたらもっと優しい人がいるかもしれない。目立ちたがりじゃないやつはカメラのアングル向いてないのにわざわざこんなことしないし、ね、もう映りたくてしょうがないこれ。映りたいからね。映画ですね。いやでも配信とかだったらまた別かもしれない。どういうこと？例えばモロさんがもうすごい配信してる人で、じゃあ配信してない人でもいいんですけど、モロさんが配信してて、うん、でこうやって飯食ってたら俺も映りたがりかもしれない。その気持ちはなんとなくは、
なんか界隈がでも一緒じゃないですか。まあ界隈一緒だからね、うん、なんかなんでまあ趣味がなんかこのネギみたいなの作ってたけどめちゃくちゃ辛いんだけどこれ。なんだよ話飛んでんだよ。あのいやこれこれ食ってくださいよ。いやいやそんな辛いって言われて食えないわ。めっちゃ下痛い。まあでもこの時間じゃなかったら俺もこうやって隠してるかもしれない。子供が見てたら泣くんで。何を？森さんが映ったらしい。子供が映ったら。なんで今日俺の顔落とすの？僕は褒めてるつもりです。僕いかつい人好きなの。あのそれこそあのなんか三浦春馬とか。小池徹平、古いか小池徹平とかやっぱ竹内力とか正島とかの方が好きなの。小池徹平って可愛いじゃん。あ、いや、とかよりあよりあとかより武蔵丸とか竹内力とか香織ちゃん、はい、まあちょっと龍が如く系の方が好きなんで。最近は白龍ってよく言われるな。あ、そう、白龍あれそういうタイプが好きなんで僕は褒めてます。多分今俺武蔵丸って言ったけど本当に武蔵丸分かる人はあんまりいないと思うし、調べてる可能性すら。さっきチラッとここにデトネーターのボスエジーさんがいたらもっと面白いかもみたいな、はい、書いてあったね。面白いかもしれないですね。何人見てるの？ここじゃ分かんない。ん何人いるかここじゃ見える。3200です。どこで分かんの？ああ、ここか。明日土曜なんで。あ、そうか。みんなゆっくりできるときだから。え、俺結構食ってると思うけどな。え、割と同じぐらい食ってると思いますけどね。いや、結構食ってるでしょ、かも。僕は47です。47歳です。一回り以上違うんですか？ん？一回り以上違うんですか？何年ですか？何年です？何座？違う、何年ですか？何座ってサソリ座って言ってもね、星わかんない。何年ですか？ネズミ年。何言われてもわかんないですけど、ね、俺絵と言えないんで。ねえ、牛、トラしかわかんないですね。タツミ。ねえ、牛、トラ、タツミ。全然わかんない。ああ。何ううって。まあねえ牛とらううたつみ。なんかいやなんかさ、坂の言い方ってさ、なんかねえねえねえタッチミーみたいな。なんかタッチミーみたいな。ねえ牛とらうう立つに。立ちみーですよ。いやんそこダメ立ちみー。バカなこと言ってんじゃないよ、夜中に。まあね、こういう話しか普段からしないです、ね、こういうテンションで普段2人で話してますから普段こんな話ないよね。あ、そうっすか。あ、まあでもなんかなんだろう、何の話。
昔とかさ、はい、昔とかさ、地方一緒にいたりしてさ、地方で2人で酒飲みに行ったじゃん、はい、この時って基本1時間半一緒に居酒屋で2人で飲み食いして会話多分5分ぐらいしかしない。ああ、まあなんか本当に喋んなくてもなんかあれそんな感じなの。うん、なんかまあ別にこう気まずさはないっていうか、はいはい、あれそんな喋ってなかったよ。ちょっと思った 5分は言い過ぎでしょ。でも2時間一緒にいて5分しか喋れない、多分嫌いだよ。多分開幕それこそ30分1時間話して、で多分終盤ほぼ無言みたいなのは 何回もあった気がします。なんかお互いちょっと途中から携帯見始めて喋んなくなるみたいな。まあ、言うて1時間も喋ってないけど。開幕注文するのに何注文します？で来たらこれうまいっすよ、あマジ、まさかこれうまいよ、あマジっすか、これもしかしてカニの話になる。まあ俺はあの恨みはマジ忘れてないから。墓までこれは恨み続けるから。ちょっと待ってください、この間の焼肉とバーで萌え分はちゃっかりしてるんですか？2年前の焼肉俺まだおごりっぱなしですから、ね、まだカニに比べたら可愛いもんですよ。あのカニ言っても多分2000円3000円です、言うて。もう焼肉がもはやいくらだったか覚えてない。ちょ配信ちょっと止め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 配信止めて、今からちょっと大変なことになるから殺される。大変なことなのか、これで。え、アバラさん？え？コメントかな？あ、コメントか。びっくりした、アバラさん来たのかと思った。いや、近いからワンチャンあるからさ。タバコ大丈夫？言わないで。忘れた。ああ、いや俺がちょっと行きたいなって今ふわっと。マジ交代で行く。ああ、なんで先どうぞと思った。先どうぞ、じゃあ変なこと言わないから。じゃん、いやそしたら俺持ってきますよ。ああ、持ってっていいよ。じゃん、いやどうぞ。いや、どうぞ。なんで完全寝れば、完全寝れば行ってらっしゃい。まあ、あと1枚だ。俺が北極をこういったものに僕が完全寝れば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 充電もなくなる。こんなにいいですか？さて、ほなまた。あぶれ、喫煙所が存在している。タバコを忘れてましたと。まあまあまあ、不用心でもいいんですよ。まあ大きい声出してる人がいたからちょっとね目線を粋な払いですよ。コミュニケーション言葉が通じないからね。今のうちにリールさん、購読ありがとうございます。着
くさん100ビットありがとうございます。トゲマルさん、モモノスケさん、バナナさん、アウリスゲガールさん、カベースさん、セーバーさん、ジャバワッキーさん、バヤシさん、コドカありがとうございます。あ、え、チェックした、え、お前食べんの？いや、食べないです。いや、なんか悪いなと思って、そんな、いや、3年前に、はい、3年前に焼肉代払ってない、3年前に焼肉代払ってないんで、これでチャラになりました。なってない。なってない。ここ安いから。あれ忘れもしない、3年前、あれも釈迦に、釈迦がカードで払ったお金って焼肉代1万4000円だったな。ああ、はいはい。でも7000円なんです。ここ2人で7000円いってない、はい、めちゃくちゃいい店じゃないですか。でも全然覚えてない。だから2人で6人前増えましたよね。そう、6人前。でビールを飲んで1杯ずつ飲んで6500円です。いやー、あ、でもじゃあもうこれでどっこいぐらいの、これでどっこいぐらいの感じで、どっこいじゃないよ。あ、そうか、明日ここ来て俺がおごればどっこいぐらい。大変だな、3年前の借金返すの。でもなんかそれこそ昨日行った焼肉屋より、その 2,3 年前に行った焼肉屋の方が高級感ありましたけどね。なんかもうなんか坂本龍馬でも来たんかみたいな、屋敷みたいな感じの。あれね、お寺を改造して焼肉屋さんにしてる。ああ、そこで1万4000円だったのに、昨日3人で行った、昨日3人で行ったアットホームな職場ですみたいな焼肉屋が1人9000円だった。あれはね、正直言うよ、あれはボラれた。本当に多分ボラれた。多分ボラれた。先生がボミアンの俺はあそこでうわ、これボラれてんじゃねって言わなかったじゃん、はい、あれ、あばらさんもいたし、あばらさん見てますか、あれ多分ボラれてます。そうだろう。あばらさんね、あばらさんもいたし、でも釈迦もまあ、はい、まあ、普通にお金も持ってきてるし、大人がね、うわ、これちょっと高いんじゃないのっていうのみっともないじゃん、まあ、いいじゃん、払えば。まあ、だあれ、あの量で1人9000円はない。でも正直肉自体俺かなりうまかったと思いますよ。美味しかった、かなりうまかった、うん、いや、でもね、あれだわ、来られてないかも。あれだって結構スペシャルでも、だって2万ウォンだったよね、1人前。あ、じゃあ1万8000円。そんな安くない、そんな安くない。もっとしました。あれね、あのスペシャルの次に頼んだ漬けがあるから、なんかロースだったカルビはすげえ高くて4000、5000してるんだ。食ってる、食ってる。あのおじちゃんとおばちゃんに今から謝りに行こう。全然持ってない。で、結構いい値段してましたよ、した。でもこっちは安いと思って入ったんですけど、見た目的にも。そう、そんななんか、なんかジョジョ園みたいな、なんか見るからに高級じゃなくて、いや本当に夫婦でやってますみたいな感じで、おばちゃんいて、家族系で、なんか野球のテレビ番組をこう接客の合間に見てるおっちゃんいてみたいな、そんな感じでしたよ。ただ気になるのは、一瞬つくんで、いい？ああ、大丈夫です。ああ、いや、そもそもで、はい、最初入店した時のおじちゃんの顔覚えてる？もうこんな感じだね。そんな感じで、金払ったじゃん。お金払って帰るとき、ありがせよーつって、なんかめちゃくちゃ、ありがせよー、めちゃくちゃ、カムサムリだーつって、すげーニコニコして、あれ、なんか2分前と態度違くねえかもしれない。あの変わりを見て、俺一瞬、あ、これボラれたんだなって。いや、明らかに最初すんげー顔してたじゃん。最初、なんか、そう、もうここ座れや。つろがくね、つろがく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 、帰りにっこにこで、にっこにこでした、かまさまりだーって、ペコペコして、あ、これはやられたなと。まあでも日本でも、俺たちが日本人だから、そのまあでも日本人でもやっぱぼったくりみたいなのあるわけじゃないですか、はい、でも海外の人とかはもしかしたらあるのかもしれないですよね。日本でもないのかな、どうだろう。でもね、その辺はね、多分配信であまり突っ込まない方がいいかな。まあ、うん、ちょっと荒れな話で、荒れる話ですかね。荒れる話になっちゃうからやめましょう。
まあ、でもその程度の荒れる話だったら本当にあの土星人とかじゃなかったら俺は結構触れていくタイプなんで、まあ、いいっちゃいいんですけど、でもあるんじゃないですか。そこはいいんだ。俺結構そこはね結構線引きする。いや政治になるとアウトだと思うんですよ。政治はアウト、はい、宗教もアウト、うん、政治、宗教、野球はアウトだと思うんですよ。あとラーメン、政治、宗教、野球、ラーメンはアウトだと思うんですよ。まあラーメンもアウトだね、はい、ラーメンでどんだけリスナー離れたいや俺も多分結構離れてると思う。だって俺ラーメンは豚骨ラーメンであって味噌ラーメンはもう味噌ラーメンだから、ラーメンじゃなくて味噌ラーメンだからって俺ずっと言ってた。もうだって塩とか海水飲んどけみたいなこと言ってたんだよねラーメン揉めるよね。ラーメン揉めます。俺も今配信してないから言うけど、俺が言ってたのは九州の人結構いたのさ、はい、リスナーにね、はい、で豚骨ラーメン好きって言われて、はい、好きだよって。豚骨ラーメン嫁さんが福岡出身だし豚骨ラーメンは好き、はい、ただ麺はマジでゴミって言ったの福岡の、うん、あもうそれは戦争ですよ。いやもう戦争になった。それは戦争です。リスナーと揉めて死ねこのクソジジイとか言われて、今だって俺モルさんにどの言葉までだったらいいのかなって思ったけど、俺の中に出てくる言葉が全部アウトで、もう今もうすごいこう俺今までこの5年ぐらいで一番我慢しましたよ。もう自分の気持ちグー押さえつけましたいやいや俺は豚骨ラーメン好きだから、はい、こう大前提として美味しい美味しいけど、麺をごめん麺をゴミって言ったのは悪い。その時の俺は5年前の俺を殴る、うん、けど麺もうちょっとさ、いや麺もかいいんですよ。いや麺がいいんですよ。俺だってラーメン屋で働いてた時、こうあちょっと麺持ってきてって言ったら、あの生麺だったんで、うん、あのなんかカゴに入ってるやつをこう持ってってたんですけど、うん、もう倉庫でもう麺生でかじるぐらい好きでしょもう腹減ってて俺本当に生麺かじって食ってました。でもこの話を配信でしたら生麺って腹壊すらしいんですよ。あそう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 、でも壊さない。これ本当の話なんですよ。本当に俺食ってて、であとあのカゴの中にやっぱこうラーメン入れてるとちょっとポキポキ折れたやつがパラパラ落ちてるじゃないですか、うん、それ俺ベビースターラーメンみたいな感じでかき集めて食ってましたバイトの合間にこうかき集めて食ってリスナーさんの中で家系ラーメン好きな人いますか。僕はちなみに 家系って横浜じゃないですか。僕は関西なんですけど家系ラーメン好きな人います。で家系ラーメンでも結構ディープに好きな人って堺製麺って言えば分かると思うんですよ。これ家系ラーメン好き？いやだって嫌い？いややっぱ嫌いじゃないです。認められない。いやラーメンかって言われたらラーメンじゃないかもしれないですけど。マジ？いやそれ、まあ、それも戦争になるんですよ。いやまあ家系ラーメンっていうまあ括りで言えばまあ別に食える。あの二郎系と同じく家系も結構こうコアな人たちいるから、はいはいはい、その家系ラーメンでも堺製麺から麺を下ろしてもらう店って限られるの。堺、はい、の麺はマジでうまい。もう麺がうまい。でも太いんですよね。太いんですよね。太い。もう太い時点でうどんと一緒なんですよラーメンと同列で俺で語ってほしくないつけ麺もそうなんですけど、まあ、ラーメンじゃないんですよ。もう太麺っていう時点でラーメンって細麺なんですよ。豚骨はね。いやラーメンは細麺なんですよめんどくせえな。じゃあ東京のラーメンはどうなの。いやラーメンじゃないんですよほぼ。それは違う。それはねそれは豚骨ラーメンじゃないっていうのは分かる。はい。いや違う違うラーメンじゃないんですよ。でも家系ラーメンではあるんですよ。じゃあ歴史的に言おう、はい、ラーメンの発祥っていったらまあ中国は来たってあるけど、はい、あるけど日本で普及したのは、はい、やっぱり九州も戦争に遭いました、はいね、で東京も戦争になったじゃん。でみんな焼け野原になった中で、はい、バラック街を作って、ね、貧しいながらも美味しいものを食べようって努力した結果が九州でも豚骨ラーメンが生まれたんですよ、はい、東京でもそっちが先でした。めんどくせえな話途中まですいません。もう言わない。もう言わない。いやすいません。じゃあ最後まで聞かせてください。もうね、この後言っても何も響かないの分かった。いや、リスナーさん分かるでしょ。僕の言いたいのは、九州がダメじゃなくて、どっちも
日本の九州から、日本の東京から、関西から、みんな貧しいながらにそれぞれのラーメン発展していったんで、みんなラーメンでしょ。なんでずっとしてんの。間違ってねえじゃん。でもラーメンってガチで豚骨が最初なの。知らないです。さっきこっちが先ですって言ったじゃん。知らないです。できた。だからもう分かった。これで学んだじゃん。やっぱりラーメンはね。ダメなんですよ。戦争になる。戦争になる。ラーメンは戦争になる。でも俺が一番この話をしてて、まあ、ラーメンは多少戦争になるんですけど、まあ、なんか面白かったねで笑えるんですよ基本。まあ俺はすけど、まあ、笑えない人ももしかしたらいるかもしれないけど、まあ笑えるんですけど、あの一番デンジャラスなのは、一番いい、なんかそんな一見アウトそうじゃなくてアウトなのは、まあ、タバコの話はマジでアウト。俺これは俺本当にしたからない。タバコの話になる。タバコはどっちが美味しいって話。いや、例えばあ、シャガさんアイコスにしたんだみたいな切り口から、うん、そこは別にいいんですよ。まあ別に普通の会話じゃないですか、うん、そしたらだんだんヤニカスしねやみたいな税が、いや、はいはい、ヤニカスしねやとは言ってこないんですけど、だんだんそのなんかの犬猿税と、なんかタバコ吸ってる税が気づくとめちゃくちゃ喧嘩してるんですよ。めんどくさいね。それが一番めんどくさい。あれが一番めんどくさい。だから俺もタバコの話になるともう絶対違う話です。結構さ、リスナーさん同士の喧嘩って演者側ってなかなかいさめづらいよね。そうですね。やめろって言っても続けたらさ、あれが一番めんどくさい。もう本当に終着点がない。だからこっちは税金払ってんだよとか、ちゃんと吸ってる場所で吸ってんだよとかいうのに、なんかこうなんかマナーが悪いやつらがいるとか、まあ、そもそも体が悪いとか、その受動規制がどうだとか、もうそのもうどっちでもいいんですけど、もうこっちからしたらどうでもいい。ちょっと言っていい、はい、やっちゃってる話そうそうっていう話をあのするんだよねって俺が話す分にはいいんですけど、これをコメント欄でやり始めるとめんどくさい。やめましょうね。やめましょう。やめましょう。思いっきり火種作ってる。自分の配信だけど。でも火種作っといて勝手にぶった切んの僕大丈夫。それだったらセーフだ。これもうタバコ吸うなよって言われてるよ。あ、これ拾っちゃいけないんだ。喧嘩売ってんじゃないですか。いやいやいや、喧嘩売ってない。僕は喫煙者ですっていう。野球はよく分かんないけど、野球は荒れるの。え、野球？野球。野球は俺よく分かんないです。これも分かんない。でもなんか野球は結構荒れるみたいな。野球もやっぱこうその宗教対立じゃないですけど、うんうん、まあ、それこそもラーメン対立みたいなのと一緒で、まあなんかよく荒れるみたいな。結構野球も熱入ってる人は結構信者的な面もあるから、うん、巨人と阪神の話はしちゃいけない。あ、もう絶対ダメ。なんとなくこう野球が分かってなくても巨人と阪神の話はしちゃダメっていうのはなんとなくこう、あのギリギリセーフなのがなんでや、阪神関係ないやろっていうセリフだけ。33-4。うち実家大阪じゃん。はい、実家大阪じゃん。猫いる。あ、来た。めっちゃかわいい。痩せてる。この辺絶対ご飯いっぱいあるでしょ。うん、でもめっちゃ痩せてますね。いやいや、ゆっくりゆっくりゆっくり下から、ゆっくり下から。信じられないぐらい嫌われてる。めちゃくちゃ嫌われたわ。殺気を感じたんでしょ。体の内から溢れ出るばかりだ。さっきラオウみたいな、ラオウみたいな。まあでもやっぱり動物は分かりますからね、本当にその人がいい人なのか悪い人なのかっていうのは。なんで今日さ、俺落とすの。あれでしょ、あれでしょ、俺が釈迦がさ、最初気使って、モルさん、飯行ったら、ちょっと配信やりたいんですけど、いいっすかって言ったじゃん。はい、俺は構わないよ、むしろ釈迦いいの、あ、俺いいっすよ、みたいな。はい、俺が冗談で、じゃあ邪魔しよっかな、なんて言ったじゃん。はい、予想以上に余計なこと言うから。まあ、まあ、
まあ、でもやっぱやられたことはまあこう10倍で返さないとあのそうね、あの育てられてきたんで。怖い配信だわ。そうやって親に育てられたんで、まあ、これ教育ですよ ね、 ね、まあ、てかまあ学校でそう教えられる。親じゃないです。学校の話やめよう。学校でこうやり返せって教えられる。学校の話やめよう。学校の話始まったら俺言わざるを得なくなっちゃうから、いろいろでしょ。これ俺悪くないやろ。はい。学校の話する。なんで無視。もう2時っすよ。なんで無視する。もう2時っすよ。いやでもさ、夜中にさ、こうやって道端のさ、道路べりのチェアでさ、はい、のんびりしてるの気持ちよくない。好きっすね。まあもうちょっと涼しかったら完璧なんですけど、うん、しかもこれがさ、東京でもない異国の地っていうのがさ、なんかこう俺すごいの好きなの。いや俺も分かります。その土地の人と一緒の行動するっていうかさ、はい、これがなんかあの別にあのアジアが悪いってわけじゃないですけど、やっぱちょっとアジア圏だと、まあ、ちょっと似てる部分があるじゃないですか、うんうん、これが特にまたなんかヨーロッパとかアメリカとか、なんか自分がもう普段全く触れる機会のないような街並みとか人とかだと、なんかよりなんか高ぶりません、うん、あるあるある。なんかおーっつって自分に酔うみたいな。俺ここで休んじゃってるよみたいな。俺ここでくつろいじゃってるよ。ただビール飲んでタバコ吸ってるだけだね。自分ドイツで黄昏ですよみたいな。まあでも本当に最初にドイツに行った時は裁縫としてするところじゃなかったですけどね。あ、帰ってたんだっけ。いや帰ってこないです。来ないんだ。はい、全部貯めました。カードも全部入った。全部入ってました。でもその後にその10分後ぐらいに俺が財布を探している道中にPUBGのなんかPUBG神戸の人と会ったんですよ。で、なんかそこもなんかちょっとわちゃわちゃして、で、知り合いいたんで、ああ何々さん財布落としちゃってみたいな、でなんかあったんすかって言ったら、なんかその偉い人、PUBG神戸の偉い人がもう本当にこのくらいのサイズのバッグごと持ってかれたんですよ。持ってかれたの。そう、バッグごとこういう場所でご飯を食べてたら気づいたら席から消えてた。で、中にパスポート、財布、携帯、あとなんか高いヘッドホン、なんか5万ぐらいするヘッドホン、あとなんかもうあのアップルのノート PC、うん、もうなんか全部入ってた。それ丸ごと持ってかれたっていう。じゃあおめえの財布なんか知らねえわって。なんかそれ聞いた瞬間になんか俺、あ、俺まだ良かったんだね。でその人も結局見つからなくて、うん、なんか大使館かなんかに行って、うんうん、なんかパスポートがどうのさ、なんかしたみたいなの言ってました。後日だんで。今とかでちなみにパスポート持ち歩いてる？持ち歩いてます、うん、なんかふとした時にこうなんか職務質問じゃないですけど、そうなんかやられた時に絶対パスポートは出せるようにしとけってなんか、うん、誰かに教えられました。でもね、リスナーさんにね、はい、リスナーさんに言いたいって言ったら変だけど、人によるのかな。結構選手とかって海外よく行くじゃん、はい、みんなねこういうことしたがらないよ。あ、飲み歩くみたいな。そう、あ、まあ、食事、まあ、確かに夜中に、まあ、俺がね海外は危ないからあんま夜中に出歩いちゃダメよと言うけど、これ行くって言ってもこういうの夜中に例えば肉食いに行くって言ってもいやいいっす、昼間に肉食いに行くとは行きますって言うんだけど、夜ってやっぱちょっとなんか夜の雰囲気ってあるじゃない、はい、ここでもそうじゃん。俺好きですけどね夜。そう、みんなで行かないんだよ。ああ、それこそ抜け出してモルさんダメって言ったけどちょっと選手同士でちょっと飲みに行こうぜってやってもまあちょっとやんちゃいいじゃん、はいはい、みんなねもう部屋に閉じこもりっぱなし、うーん、もったいないなと思うんだよね。リスナーさんどうなんですか、みんな旅したりしないんですか。すごいね、いい経験になりますよ、本当に楽しい。まあ、でもなんかそのリスクを最小限に減らすっていう意味では、うん、まあ、なんかゲーマーっぽいなと思いますし、まあ、でも、うん、そっちの方が安全は安全ですからね。
いや、その安全を取るっていうよりも、もうホテルでいいみたいな。あ、そう、まあ、こっちはね、一緒に行く人間としては安心だからいいんだけど、はい、ありがたいんだけどね。まあでも、俺もでも元々どっちかっていうと、なんだろう、何かやることがあったら出たくないタイプなんですよ。え、なんでなんで、まあ、例えば、まあ、極端な話ですけど、うん、なんかどっか海外に行った、うん、まあ、例えばまあ正反対のブラジルに行った、うん、でももしホテルにゲーミング PC あって PUBG できて配信できてネット環境完璧だったら俺ホテルから一歩も出ないと思うんですよね。まあ、極端な話ですけど、うんうん、でも例えば、でも選手にとっては、まあ、例えばその寝るまでの間に試合の見返ししたい、うんうん、まあ、なんかスマホゲーでハマってるやつあるとか、そういうやつだったらまあ出たくないのかなっていう気持ちがまあ分からんでもないです、うん、僕もどっちかというとそんな、なんかせっかくここ来たから遊びたいっていうタイプじゃないですか。あ、そう、意外と。もともと俺はもうあのこれ今やってるのとか、まあ、やることないといえばやることっていうか、それまあ別のホテルにいてもみたいな感じなんで、うん、寝るだけだ。そうね、もともとほらゲーマーは外出ないじゃないですか。うん、うん、あのだから例えば近くにモルさんと僕が普段一緒にずっとゲームしてる友達で実は住んでる場所が近かったですって言って、まあ初っ端はもしかしたら、あ、ちょっと遊びましょうよって言って会うかもしれないけど、多分もう2回目3回目になってくると、でも別にゲーム一緒にできるんだから家でゲームしようよって、俺はどっちかっていうとそういうタイプなんです。いや、分かる分かる、それは分かるのよ。海外に行った時、あ、だってその場所のその景色ってもう二度と見れないわけじゃん。多分釈迦とここのベンチに座って一緒にこうやって喋ってるのって多分もう二度とないじゃん。これが多分池袋のベンチに集合って言ったら俺も行かねえっていう。なんでベンチみたいな。はいはい、まあ確かに確かに、でしょ。確かにな。選手の時で海外来てた時とかは特にそうでしたね。あんまりその俺だってあの一番最初、あ、いや、まあ一番最初はルーマニアでしたけど、ルーマニアはそもそも外に出ちゃダメでしたけど、うん、なんかその出歩いてもいいし、なんか本当に海外っぽい、まあ、観光もできるよねっていう大会に行ったら、多分俺最初一番最初台湾なんですよ、うんうん、台湾の大会に行ってなんかまあ大会出て、でも次の日、大会の次の日1日空いてたんですよ、夕方まで、夕方飛行機だったんですよ、うん、でもし興味がある人はな、109でした、109じゃなくてなんだっけ、台湾の、うん、だから高いやつ、うん、高いやつ、 そこに行ける人だけでいいからみんなで行こうという話になったんですよ、まあ、でも俺そういうやつには行かない。俺とロビン君ずっとです。俺とロビン君だけ行ってない。そしたらなんかちょっとあの本当に来たい人だけでいいからねって言われて、うん、俺とロビン君行かなかったんですけど、ちょっと帰りあたりきつかった。ちょっと帰りきつかった。全体的になんで来ないの。いやとは言われてないですけど、なんかちょっと雰囲気がもうちょっときつかった。来ないんだみたいな。いやまあ、いやそれは多分ね、その多分大人の人だと思うの、社会的に大人の人からすれば、まあ、台湾まで戦いに来てたまには観光もさせてあげようっていう親切心。まあまあそうですね。 で、はい、でも無理に誘ったらかわいそうだから、あの、いや無理に来なくていいよって言うけど、いやまあきっと喜んで、お、観光嬉しいっすって来てくれるかなって思ったら本当に来なかった。本当に来ない。空に当たりきついわ。爆睡してた。若干ちょっと次の日あの気まずい空気のなんかこう飛行機で空港で、あ、お疲れ様です。解散した。
坂本さ、あの試合もそうだし、で実況とかもそうだし、なんだかんだで海外行ったのも結構あるんじゃない？ああ、でもこれなんかパスポートってどうやって見るんでしたっけ？あ、パスポートはね、観光場所バラバラだからね、見てもパッと分かんない。ルーマニア1回、台湾3回か4回、韓国3回、アメリカ、ドイツ2回、11、2回かな。あ、俺も一緒ぐらい。俺が今11回だ。産出絡みで行ったのが11回。あとマカオもあるから12回。その辺はね、いい経験させてもらってるなとは思う。そうですね、なんかそのふとした時になんかこういう時に使えるよっていうのはないんですけど、なんか本当ふとした時にその海外行ってた話とかが、まあ、こうやって配信でもそうですけど、できるのは純粋に経験としてあれだし、人にアドバイスもできるし、いろいろ行って悪かったところってもうほぼないのに、いいところはたくさんあります、行ってなんかいろいろ良かったなって思う瞬間。なんかさ、勉強とまでいかないけど経験になるじゃん。そうですね、世界を知るっていうのは皆さんいいことなんで、ぜひお金と時間があればお出かけしてみてください。楽しいよ。アジア圏内だったら安いですしね。うん、そう。しかも福岡とかそれこそ住んでたら、東京とか北海道行くより韓国行く方が近かったりするし。そう、そう。あれですよ、皆さんね、嘘って思うかもしれないけど、例えば九州から羽田空港行くのに片道1万5千ぐらい、2万円ぐらい下手したら、台湾行こうと思ったんですよ。関西からでも東京からでもかな、ピーチっていう LCC の飛行機あるじゃん、セールで買ったら2600円。2600円、台湾まで。あの新幹線で大阪行くより安い。全然安い。あとほら HIS さんとかの旅行会社、韓国ツアーね、弾丸2泊3日と1泊2日とか9000円とか。あ、そうなんすか。俺それ知らなかった。一番最初東京来た時、夜行バスで行ったんですよ。うん、新宿西口。どこまで？どこから？福岡。うわ、それ本当にあれ遊びに行った時、おまけに途中のなんだかサービスエリア、なんだかなんとかエリア、サービスエリアだって。サービスエリアでトイレ休憩の時に俺置いてかれそうになったんですよ。マジでやば。何した？いやでも俺これはいい話で、これ俺のアピールポイントじゃあ終わろう。何？いや、もうサービスエリアでトイレ行ったんですよ。もう喋りたいんでしょ？そう、喋りたいです。トイレ行ったんですよ。でトイレの帰りになんかハイエースかなんかに乗ってる人たちが、あ、多分なんかスキーかなんかに行こうとしてた。ああ。どこに向かってたかわかんないですけど。そしたらなんか荷崩れして、あのバカって開けた瞬間ドラーって崩れて、なんかあのスキーボーなんか板みたいな、なんかボードみたいなのブワーってこぼれて、俺それ助けてたんですよ。大丈夫ですか？ああいう。で。パッてバス乗ったらバス走り始めてた。うわー走ってドア叩いて入れてもらった。人助けしてたら俺あのどこかも分かんないサービスエリアに置いてかれそうな。ごめんね、それは確かに人助けをしてるからいい話なんだけど、いい話。だいたい生い立ちから考えて、俺今一瞬ハイエースあったんすよって言った瞬間に、多分スモーク越しに女の人が助けて助けてってっていうのををなんか救出したのかなっていうのが、多分リスナーも多分想像したりしたもん。いやしてないですよ。それはモルさんの生い立ちですよ。いやいやいや、後部座席でさ自己投影してバンバン言うなと思ったら中から助けて助けてって。俺を何だと思ったんですか。っていうのがいたんで俺助けたんですよって。わ、それはかっこいいなと思って。違う違う、そんな人の助け方はしたことがない。あ、秋葉で一回そういう助け方がありました。あの置き場の俺いた？行きましたよ、モルさんが主催した飲み会で。秋葉の金の蔵。何？何？え？いや、秋葉の金の蔵っすよ。まだ運営の懇親会がなくて、モルさんとジャムさんが自主的に開いてた時に、はい、懇親会やりました、はい。
俺あの時こう命を賭して人を助けたやめ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 よう。これはあかん、ほんまあかん、ほんまあかん。いや、はで俺たちは何も悪いことしてない、俺たちは何も悪いこと、俺たちは何も悪いことしないから、やめよう、やめましょう、やめましょう。いや、それをやるとさ、もういい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 、犠牲を被る人がいるから。そう、悪評を被る人、悪評とかあいつが悪いんじゃん。いや、悪いっすよ、ねえ、え、あいや、でもあれは悪いっすよ、あいつが悪いよ。誰が見ても100悪い、1、もう1、0、10で悪い。そう、で、釈迦も苦労したじゃん、ね。俺なぜか怒られましたからね。誰に？いや、なんか、いや、まあ、なんかその時、なんか俺が揉めてると思われて、釈迦頑張って、運営頑張って、江尻頑張って、で、本人、すいませんでしたの一言もないの。で、俺らもう無事入れよ。だってあの飲み会をさ、もう、ね、あれでなくなりましたよね。そう、楽しい飲み会を、うん、あいつが全部ぶっ壊したから。名前出さなかったらいいんじゃないですか。アバゼだったらでも知ってる。でも知ってたら知ってたら問題ないんじゃないですか、言っても。もう知ってるから。何なんですか、あれだって2012とか3とか4とか。そう。まあね、いや言うよ。名前出さないよ、はい。デトネーターのね、社官とかボスと僕で。僕たち何も悪いことしないですか。何もしないから。あの運営のイベントの懇親会っていうお酒の場がなかったんで、江尻勝と太田桂で、懇親会を開いたら、なんと100名の人が来てくれて、定員満員。でもあれ、なんか定期的にもともと開いて、もともと出てた、なんかそのイベントがあるたびに、そう、その2人が主催してくれて、そういう場を設けてくれてたんですね。そう、みんなイベントゲームやった後に飲み会しようみたいなね。で、それ終わってお店を出たわけですよ。お店を出た。そしたらね、上野だよな、秋葉か。秋葉のあのなんか昭和高架下の昭和通りの、なんだっけ、昭和通りの。だ結構歩道が狭いんですよ。そんなところに100名がゾロゾロと出てきたら、まあ歩道邪魔になりますわな。ね。なので僕とか運営とかはみんな端っこに寄ってって、人通るから端っこに寄ってってやってたんだけど、みんなもお酒も入ってるし、ガヤガヤとみんなおしゃべりしちゃうわね。その時によ。まあいろんな人が通行人がいるわけで、こいつらね、このこいつらがもうクソガキでも邪魔だなって思ってる人もいるだろうし、それがサラリーマンだったらよかったんですけど、ガチンコの人がね、なんだこいつら邪魔だなと。でまあ当然そっち系の人なんで肩で風切って、もう俺はどかねえよって言ったところに、プレイヤーのある一人の子が、まあ酔っ払ってちょっと調子乗ったんだろうね、ドーンとぶつかったのよ肩を。でその人が、おい、まあ、ほんまもんの人が、おいって言ったら、その子が、あ、すいませんでしたって言えばいいのに、まあ、ちょっと調子乗っちゃって、は、なんだよ。え、多分顔見る前に言ったんですよ。そう。なんて伝えた時に、あ、なんだてめえ、みたいな感じで振り返ったら。ただ、もう見た目はね、もうガチでやばい、ガチでやばい。もう絶対、喧嘩打っちゃいけない人。ガチガチの人でしょ。もうガチガチの人。で、見て、なんだよ、うっせえなって振り返った瞬間、あ、やばと思ったらもう終わり。あ、なんだ兄ちゃん、もう ああいう人はね、怒らない。あ、なんだ兄ちゃんってガッて胸ぐら掴んで、ズルズルズルって引っ張って、あ、事務所行こうか、すぐそこにあるから、そう、すぐそこにあるから事務所行こうか。で、そこでね、あかんってなって、どうしようってなったらね、正義のヒーローが、それはちょっと言い過ぎです、はい、でもいや俺が普通になんか揉めてたんで、うん、どうしたんですかって言ったら、でもお前関係ないだろ、俺はこいつと話してんだよ、うん、もういいからこいつ連れてくから、うん、いいんだよって言われてて、まあでもなんか、いやもう本当勘弁してください、俺言ってたら、本当悪気ながら酒飲んで僕たち悪いんで、100悪いんで勘弁してくださいって言ったら、結果的にそれを見てた、まあ、大人の方々が俺が揉めてると思って、俺めっちゃ怒られたんですよ。めちゃくちゃ怒られたんですよ。俺大人って誰知らない人に、いやまあまあそこはまあ置いといて、俺あの夜めっちゃ怒られたんですよ。あ、分かった、ああそれ聞いた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 、俺めちゃくちゃ怒られた。それ名前出してもいいじゃん。まあまあ、ああ OK、 でもめっちゃ怒られて、俺でもそれもうめっちゃ悔しくて、俺涙出て、俺
いや俺じゃねえんだけどみたいな。でも全然聞いて、まあ、その時はもうなんかぐちゃぐちゃだったじゃないですか、うん、もう人はいる、うん、返さなきゃいけない、うん、揉めてる、うん、どうすんのこれみたいな。で俺めっちゃ怒られて、俺もう泣きながら帰りましたね俺俺今あの時俺多分東京来て俺初めて泣いたかもしれない。あの、ね、泣きながら帰ってそれは俺知ってる知ってる。なぜかというと、あの女の子たちに俺はとりあえず女の子返さなきゃ、もっといっぱい若いのが来たらめんどくさいから女の子捕まえてもう返せって、一つずつグループにお前らちょっともう帰れって、秋葉の駅行け、帰れ帰れ、えでもっていうか、もういいか、あとは大人が処理する、帰れ帰れって言ってたら、大丈夫なんですかって言うから、釈迦さん泣いてましたよって言うからえ、いやちょっと待って、俺これかっこいい話なんですが、俺ただの話恥ずかしい話なんだいやいやいや、なんだなんだで俺はもうその時それどころじゃないから、え釈迦泣いてんだろ、うん、まあまあいいやいいや、せつせつお前帰れ、早くこの場去れ、めんどくさくなったらいけないから俺だってあの時今でも覚えてますよ、あのまま昭和口に入ったら明るいし、まだ多分、まあ、周辺にアバのプレイヤー多分大量に立ち止まってる人もいるだろうから、俺一回通り過ぎてよくわかんない暗がりに俺座ってちょっと待機してました、ね、帰る人が去るのをちょっと待ってました、ね、まあそのね、結局その時一般の人が、俺らもだけど警察呼んで、やばかったっすね、やばかったっすね、警察6人来た。で6人来て、まあ、当然もうその本物の人なんで慣れてるし、まあ、なんだみたいな、関係ねえだろみたいな、もうこいつとりあえず引っ張っていくからみたいな、いや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 って止めてくれて、まあ、結局肩はついたんですけどね。けどその本人ドンとぶつかって、なんだようるせえなって言った、まあ、少年青年その飲み会むちゃくちゃにしつつも、すいませんの一言も何もなく、最近見ないよね。最近見ないですね、確かに。一時期有名配信者になり、なりましたね。でいろいろなんかトラブルがあって、今配信やってないのかな。まあ、ね、やってるかもしれないですけど、ちょっとわかんないですね、うん、ちょっと名前を伏せますけどね、さすがに。それでその個人主催でモルさんたちが飲み会を開催するのはなんかまあリスクがあるというか、なんていうか、まあなんかこういうことが起きたときに責任の所在がどうなるみたいな話になって結局なくなったんですか、うん、もうその以降そのイベントの飲み会は全部お酒なしになりました。アバラさんと言ってアバラさんじゃないヤマトンと言って悲しい事件でしたね、うん、幸せになる人が誰もいません、誰もいない。あの時だってもう飲み会の内容を唯一、まあ、唯一じゃないかもしれないけど、もう何も覚えてないですよ。もう結末の衝撃が強すぎて、うん、あれはもう最悪だった。山本さんのファンやめますとか風評被害風評被害ヤマトン来たんじゃないの？来てないと思います。来てない。ヤマトンさんは多分絶対コメントしない、見てても。あ、そうなんだ。いや、結構ディープな話をしましたね。まあ異国の地に、まあ、みんなは日本に、見てる方々は日本にいるかもしれないけど、我々はまあこの異国の地でお酒を飲んで余計なことを話してる。まあ、もしかしたら俺もこれ帰ったら怒られるんじゃないかなとはふわっと思いつつ。誰に怒られるの？いや、わかんないです。ボスに？いや、わかんないです。怒られるのは嫌じゃないじゃん。まあ怒られるのは内容。なんならあの日一番キレイったのはボスだからねボスこっちなんですか？ボス、あの後釈迦とか帰った後大変だったんだからレジリマッサルブチギレよ。誰に怒ってるって言ったらアバの運営にブチギレ。誰も助けなかったですからね。そう、まあ、アバもあの時動かなかったから、ね、でもあの時そもそもだって俺が声かけたのがもう周りが誰も助けられなくて、うん、そのままなんか呆然と引きずられるあのプレイヤーを見てこれはいかんと思ったんですまあエジレマスが怒ったよ。内容はあくまでも運営がこういう場は提供は無理だってなってるから
俺とモルちゃんで小山やってるわけじゃん。で道路に人が出たらなんで顔を背けるの。なんかちょっともないよ。俺言ってたから。やっぱジャムさんの話になるとやっぱちょっと俺はこう汗が。いや別に悪い話じゃない。いや江尻勝るね、ジャム君が言ってることも正しいね。俺らがこうやってみんなに楽しんでもらおうって場をセッティングしてるのに、なんでみんながあんだけいっぱい道路に出てきて危ないから端っこに寄ってって俺たちやってるのに、それすらも手伝わずに何なのみたいなことを思った。まあそりゃそうですよね。まあ、そうそう。至極真っ当な。で俺はそれを見てたの、うわえらい怒ってんなと思って。でくるっとこっち向くから、えジャム君なんで俺にも怒んのかと思ったら、モルちゃんも言ってやってよ。はと思って。いや多分俺はその頃はあのフォーカス下で泣いてました。めちゃくちゃじゃん。もうめちゃくちゃだよ。そこだけこううまくライティングして状況をもう一回見てみて。どういうカオスな状況。もうその日の秋葉俺ら界隈めちゃくちゃだからまで。カオス本番です。大変だった。まあでもいい思い出をこうやって笑いながら言えるんだから。今はそうですね。うん。しばらくあれから俺もう俺はトラウマでした。もう俺は二度と人を助けねえと。ひねくれてもう俺あの年でくれてました。俺はもう二度と人を助けねえ。まあでもその後もなんかまあ誤解も解消できましたけどね。うん。ちゃんと言ったんでしょ。ただ言った方がいいよ。だってお前さま悪くないもん。言ってその誤解を解消するときも俺泣いてた気がします。俺結構涙もろいんですよ。もう結構泣くんですよ。これ怒ると泣くタイプ。めったに怒んないよね。あ、まあ不機嫌には良くなりますけどね。うん、配信とかでも、うん。配信じゃなくても。ちょいちょい不機嫌になりますけど。いや、俺あんまりね、釈迦が不機嫌になってるの見たことないけど。あ、多分例えばね、こういう風に釈迦配信に俺がちょこちょこ出るときって、今まで何回かあるじゃん。はい、俺結構余計なこと言うじゃん。はい。吐いて。まあ、いやいやいや、まあまあまあ。余計なこと言うじゃん。その時に、あっ、こうやって映んないじゃん。例えばさっきだったら、2人がこう、2人とも映ってない角度だったじゃん。はい。で、リスナーには釈迦の顔見えてないじゃん。俺が結構余計なこと言うと、釈迦は、何も言わないけど、表情が、いや、その話するんすか、マジっすかっていう、うざとか、イラっていう顔はよくする。いや、してない。いや、してない。いや、それは、おあいや、俺は、それはあれ、勘違いです。それ、これだけは言わせてください。いや、でも俺はちゃんと気使ってるよ。はい。その表情を見て、あ、これは嫌な話なんだなと思って、この話はやめとこうって、スッと、スッと、フェード。いや、でもそこは絶対、まあ、100% とは言わないです。50%、モルさんの気を使いすぎもあると思います。読みすぎ、深読み。俺そんなにイラッとしたことないですよ。あ、でもむしろじゃあ面白い話しようか、ね、今からね面白い話しようか。いやでもイラッとさせろって話じゃないですよ。させろって話じゃないですよ。怖いな。汗出てきたへんな。でも俺は結構ね、社会配信とかってなるとやっぱり、いやめちゃくちゃ気使ってる。じゃあやっぱり線引きはある、うん、これ言っちゃいけないなとか。ただ知らない間に LINE を超えてる時はあるかもしれない。いやでも本当に唯一ですよ、あの LINE を超えたかなって俺思ったのは。何が一つだけあるんですよ。何、ゴリラのヒールの話。いや本当にそれだけ。俺結構ガチで怖くなってた。えちょっと俺ゾワッとしました。いやちょっと言ってなかったんで、あんまり暴力的なゴリラは、まあ、喧嘩は激しいよみたいな話はしてましたけど、あのヒールでまぶた切られた話は配信ではしてなかったんで、今日初めてヒヤッとしました。あ、それはあれはどっちかというと怒りというより焦りでした。やばい、一瞬言っていい。ワンちゃんね、前の連中絡んでる。あ、どうですか。いいんじゃないですか。楽しく待ってまいりました。夜って感じしますね。ああ、なんかこっち見て話しました。ああ、こっち向いて俺らも指さして、お前行ってこいよ行ってこいよみたいな。ああ、で本人はいや、ええみたいな。ああ、なんか片方が年上っぽいですね。うん、あ、店の時から、ね、隣だったじゃん。でこっち見てね、ずっと見てたね。ああ、本当ですか。うん、ああ、なんか左に座ってた人ですよね。
帰ってこいやと。なんでリスナーが強くない一言だと思った。一言だよ。まあ、でもこっち配信してるの強いっすよ。なんで、まあ、車載カメラと一緒ですか。いやいやいや、今大統領の大統領が言ったじゃん。あ、そうか。あの自国で日本人に何があろうとそれは全て日本の責任だっつって、もう助けてもらえない。エンド、エンド、ジ・エンド。やる気すな、強気だ、強気だな、みんな。あのあいつらって相当酔っ払ってる。結構してます、ね、ベロンベロン。どうする、こっち来て釈迦さんですか、サインくださいって。あー、ブラザー、ワッツアップ。生レバーありそうじゃないですか。何ですか。ポークスキンとかやってますか。あ、じゃあそれね、豚の皮をねカリカリに焼いたやつで美味しいらしい。油をジューッと落としてカリカリになった、北京ダックみたいな感じ、めっちゃ美味しいらしいよ。なんか見た目がめっちゃ生レバーっぽい、うん、これね、日本人のレビューでもすごい美味しいって書いてあった。へえ、うまそう。何時集合？明日1時半です。大丈夫？まあまあ、まあ、でもぼっちぼっち、あとまあ1時間以内に帰ればいいです。うん、あれ、あばれさん13時ですか？13時で1時じゃん。ああ、あれ、なんて言うの、俺1時半って言った気がする。本当？ここはね、あれですよ、名前は見えない、ちょっと見えないけど、なんとかさん、これは僕の気遣いですよ。あの、あなたは多分僕のことを知ってくれてるから隣座らないのって言ってくれるけど、あくまでね、ここはね暗黙の了解があるんですよ。これあくまで釈迦の配信なんで、まだ僕はあんまり出しゃばらない。大丈夫です。あれ、何しようとしてんのか。集合時間、うん、間違えちゃえばいいよ。あー、13時10分集合です。ほら、紳士、紳士、ね、カバーだったわ、これで。森さんは紳士ですよ。僕紳士です。マジでいいスポーツ界で一番優しいと思う。いる？俺以上の仏って。え、ヤマトを除く。ヤマトはもうね、いい人っていうか、もう仏だよ、仏。でもヤマトさんはその人とかにはめちゃくちゃ優しいですけど、うん、なんかこうふわっとした話をした時は、うん、純粋にあの興味ない感じがするんで、時々こう、あの冷たい氷のような一面が見えるんですよ。ああ、そうか。でも基本は優しいんですよ、もちろん。基本はみんな優しいし、あ、ケイチさん、うん、ケイチさんと仏戸で言ったらどっちかな。ケイチさんの方がいい人感は出てるかな、やっぱり。今日ケイチ君と会って言ったっけ。なんか聞かない。俺現場入ろうと思って会場に、はい、そしたらモルさんって言うから、え、誰だろうって思ったらケイチ君いて、どうもこんにちはって来て、お、ケイチ君じゃんっつって、おはようっつって、お疲れ様ですっつって、でちょっと喋ったの、立ち話、はい、で今から入りますかって言うから、もう今から会場入るよ、チケット何ですかって言うから、一般席の何ですか、あ、レッドって赤のところだよって言ったら、
そしたら、あれ、明日、VIP 席のチケットあげますよ。え、嘘みたいな。めっちゃいい人じゃん。そう、めっちゃいい人。めっちゃいい人。え、本当にっつって、あ、大丈夫、僕ありますからあげますよ。明日、会場のところで前で待ち合わせしましょう。突然、もう犬も歩けば仏に当たるみたいな。もう、すごい。で、連絡しなきゃいけないから、社官に、あの、ケイチ君の LINE アドレス聞いといてもいいって言ったら、あ、もう全然、ぜひお願いします。そうじゃん。いや、結局、帰り際にまた会って、その時に、あ、明日のチケットどうぞ、つって。ビップ席。いやもうだからケイチさんは俺初め韓国来た時もサムギョプサルをするのでっていうかもうあそうだ空港まで迎えに来てもらって、うん、3人で、うん、サムギョプサルをするのって、うん、電車のチケットまで買ってもらって飲み物まで買ってもらってで家に帰る時も飲み物買ってもらってチキン食わしてもらって帰りのタクシーまで呼んでもらって帰りのタクシーも全部ケイチさんだしそれちょっとやらしい話でいいやらしい話ちょっと一瞬撮っていいママこれね、はい、ちょっと予想だよ、はい、予想俺のことをあんたが住む友達お前さんとこのボスだと思うあんたが住む友達おケイチおい何ですかチャンプさん社会行くだろはい社会さん来ますこれなんか壊したでつっていやそうケイチさんは素でいい人なんですよいやいい人だよ全部お金出してるケイチが全部何もかもでしかもなんかあの追跡できるんですよスマホで何あのタクシーが今どこなのか目的地がどこなのかっていうのをケイチさんが呼んでるんでケイチさんが見れるんですよ俺が今どこにいるのか、うん、で釈迦さん今釈迦さんここですホテルここですあと何分で着きます一回来てでタクシーが着いた頃に無事到着しましたかこっちでは届いたって出てますありがとうっつって本当に心の底から出たありがとうそれ言われるとちょっと心苦しいんだけどさ今日ここに食いに行こうって言った時にさ俺写真送ったじゃん Google マップのここっつってホテル赤ピン店青ピン俺ここ右っつってちょっと下がるんだよケイチ君と俺のちょっとスキルの下がるんだいやもう完全におもてなししてもらいましたね、それでももう今日も俺もあのケイチさん来てたから挨拶して写真撮りましょう言うてでなんか頑張ってくださいとかすごい激励の言葉をいただいておまけに俺が解説してる背中まで撮ってもらってそれも LINE で送ってちげえなと思いましたいやちょっともしかしたらケイチさんも俺のこと好きなのかないや好きだよいや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 そういうつもりであのちょっとネタ的なねいやいやガチガチよくケイチさんゲイチって言われるそのネタでちょっと好きなのかなちょっとあの冗談で言っただけなんですケイチ君がいい人なのはもう大前提でしたね、はい、大前提になるけどケイチ君からすればお前さんは何人の話聞かずに猫見てるでしょちょっと今お店の人が猫の名前を呼んで猫が返事してるのにちょっと驚いちゃってすいませんちょっと今ね、猫ロスなんで。すみません。ケイチさんが。すみません。もういい。話してくださいよ。もういい。怒んないでくださいよ。もうだんだんこう俺をこう追い出したいんでしょ、こうやって。久々の配信に映ると楽しんでる。じゃあ、なんですか、ケイチさんが。話しづらいあなたはもう話せないあでもまあ言うよ、まあ、ケイチ君がいい人なのはもう絶対前提、はい、いい人なんだけどやっぱケイチ君がそういえばデトネーターの先輩だからまあまあじゃあ、はい、年も上でしょいや年は下です
年下でしょ。ケイさんは31歳です。32か。まあ先輩じゃん。はい。やっぱり気を使ってくれるわけですよ。もう猫は気になってしょうがないでしょ。そんなことないですよ。もうそんな話はないと精一杯聞く。あ、にゃんを聞こえてるんだ。リスナーさん、このこれぐらいの音量って聞こえてるんですか。あ、あ、あ、普通に聞こえてます。あ、ちょうどいいんだ。すごいね、このマイク。結構いいんだね、はい、じゃあ猫の声が余裕で聞こえてるんだ。なんか見ましたか。おっさん2人でいい感じですね。あ、もう俺ね、釈迦はね、ちょっと傷つくかもしれないけど、俺もね、30ぐらいの時におっさんって言われるとちょっと傷ついた。もう46まで、47、いや、割と時間かかりますよ。特にあのパブG界隈で、もう僕ぐらいの年って本当に少ないんで、うん、もう大体みんな22とか、23とか、まあそうだ、21とか言われると、そのまあおっさんっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあでももう、あの兄ちゃんの枠からはもう片足外れてんだろうな。いや、27、9、7でしょ。まだに兄ちゃんの息だよ。8、うん、今年まだ兄ちゃん。僕がね、こういった頭ドレッドにしてね、巻いてもらってんのも若作りなんですよ。おお。まあ違うけどね。俺もそういうのしたい。いや、釈迦はね、俺ね、個人的には嬉しい。俺前言ったじゃん、髪の毛長い方が俺絶対かっこよくて好きって言ったじゃん。まあでも森さん、いや森さん、僕は森さん側の感性なんですよ、うん、でも多分一般的な感性からはまあずれてると思う。え、みんな短い方がいいっていうの、リスナーは。だという人もいますよ。あ、本当？俺、あの初めて会った時の、まあ、すみません、さっき言った金髪のツンツンだったじゃん、はい、あん時とかも嫌だもん。今の方が絶対いい。あ、長いのがいいってことですか。そう、長くて、これ、あれでか知らないけど、ウェーブ感じゃ自然。いや、これパーマです。パーマなのか、これがいい。え、そう思いません、リスナーさん。モルさんがお姉に見えてる。あ、キューちゃんも長いよね、XQ。XQ さんも短いの想像できないですよね。そうね、キューちゃん今めっちゃ長いからね。もうめちゃくちゃ長い、もう ロン毛レベル。まあ、もう XQ さんは多分マジで冗談だけで腰ぐらいまで伸ばしても全然似合うと思うんですよ。うん、似合う。あ、ごめんなさい、キューちゃんっていうのはね、あのキューちゃんもともとうちにいたんですよ。オーバーウォッチの時に一時期的だけ台湾のプロリーグ出る時だけ助っ人で来てもらって、台湾で一緒にね生活しました、3ヶ月。俺でも一回こっち側もっと張り込もうかなって。あ、あのシメントリー、どちら、アシメントリー。そんな洒落た言い方はちょっと僕は。いや、こっち長くてこっちカットって、それにして左右行きたいでしょ。ああ、そうですね。もうちょい深いところもね、行きたいなと、うん、今多分この辺ぐらい。あ、もう買ってんだね。結構行くんですよ、ね、足面、さあ、足面と。オーバー力逃げるな、逃げた証拠にいるよ。そのね、俺は本当にクイック回そうよって言われてもちょっとジムマシンが出るぐらい。でも俺はね、当時言わなかったことがあった。これは口が裂けても言うまい、冗談でも釈迦に言うまいと思ったのが、俺は一生懸命頑張ってる釈迦を見てるじゃん、オーバーウォッチで苦労しながらも。俺は個人的にはこういう酒の場があった時に何回言おうとしたか、釈迦オーバーウォッチやめたらって。いや、まあなんとなく予想でした。いや、俺もずっと思いながらやってました。やめればこう思った以上にアワは自分の限界感じることがあったんですよ、うん、ほぼ本当に最後までなかったんですよ、うん、
自分の限界は感じなかったけど、自分より上はいましたけど、自分より上だと思うやつはいましたけど、限界は感じなかった、自分自身。オーバーウォッチは割と早い段階で自分の限界を感じました。初めての経験、それはまあ、なんか言わずもかな。そう、そこはね、本当に思いました。いや、俺ね、これいい話だから言うけど、たまに話す機会があるときに釈迦の名前出すの、はい、これいい話でね、釈迦って知ってるよね、みんな知ってます、釈迦今リスナーたくさん人来てくれるじゃん。で、アバでもともとニコ生時代だけど1時間に1000人2000人とかね、あれはまあ累計だけど、だけど、まあ、たくさんの人を集めるプレイヤーだとか人気もあった。だけどオーバーウォッチに行ってやっぱりプレイもやっぱりセンスのあるプレイヤーだから上手だけど、やっぱりアバの時のように輝きはなかった。まあ、トップクラスだな、マジか。なかった。で、配信も大して人来なかった、はい、少ない時50以下とかあったじゃん。いや、まあ、でもさ、結構アバンってからさ、あのツイッチになってから、そうで、チームもツイッチと契約したからやっぱり人もなかなか流れてこない、はい、っていう中の時に釈迦が俺に言ったセリフ覚えてる。俺が言ったの、釈迦最近配信大変そうだね、人来ないし、まあ、ツイッチに変わったのも大変だわな最初は、って言った時に何て言ったか覚えてる。俺この話をする。その時釈迦が何て言ったか知ってる？分かる？って言ったら、みんな分かりませんって。釈迦は、いや、モーさん、まあ確かに今、昔に比べると人めっちゃ減りましたけど、俺はそれでも毎日配信をします。へぇ、もう我慢強いね、ぐらい思った。で、なんで？って何気なく聞いたら、今、まあその時ね、人来ない時、今、俺の配信って、釈迦を見る、俺の配信を、俺の配信を楽しみに来てくれる人なんてほとんどいないっすよ当時ね。たまたまそのゲームのタブを押した時に、あ、なんか釈迦ってやつやってんなと、でポチッとたまたま押してくれた人がほとんどだ。でその人がたまたま見た釈迦配信を、あ、こいつ面白いじゃんって思ってくれるかもしれない。でもモルさんね、たまたま来た人がその日俺が配信終わったら寝るじゃん、俺も寝ます、その人も寝ます、翌日その人はお仕事か学校に行って夜帰ってくる、飯食って風呂入ってちょっとゲームして寝よっかな、あ、ちょっと釈迦配信昨日面白かった釈迦配信見てみようって時に、たまたま昨日入って面白かったやつってだけなので、その人がうっすら覚えてる釈迦をポチッとしようかなと思ってやってなかったら、その人も翌日には絶対来ないっすって言ったの。そう、だから少しでも面白いと思ってくれた人がまた来てくれるように、俺も人が多い方が楽しいし、俺は今一人いないけど毎日やりますって言ったの。めっちゃね、ほらいい話、あげたこれ全部嘘、これ全部嘘。持った俺まだ焼肉の借りがあるから、ね、ちょっとあげてもらえないといけない。いや、これ本当の話ですよ、本当の話。真面目に言うと本当の話だけどちょっと持った本当の話だけどちょっと持った。でも俺すごいなと思って、でもその精神がなかったらさ、はい、今こんなにたくさん今コメントくれてる人は来てくれなかったわけじゃん。まあ、そうでしょ、かもしれないですね。なんでさ、いい話してるのにさ、不機嫌そうな顔してる。いや、ダメです。何？いや、わかんないです。こういう話じゃないの？ちょっと苦手ですね。え、苦手なの？ちょっと苦手です。いい話だね。いい話じゃないですね。褒めてもダメ余計なこと言ってもダメ。無難な話をしなければいい、縛りです。無難な話、縛り。いや恥ずかしいじゃないですか。じゃあ高校時代の話する？いや、それは無難な話じゃないです。ないね。分かってる。それ分かってる。モンさん本当に覚えてくれてるんですかね。いろんなこと。俺より俺が言う。そうだよ。まだ今見てるリスナーよりも俺釈迦ファンだから一番古
いから。釈迦ファンクラブ会員ナンバー1だから。でも今もしかしたらそうだ。今コメントした人あの3004番ですだいぶ下の方、俺よりだいぶ下の方真面目な話、真面目な話ね、どれぐらいかっていうと、3指数デトネーターがオフライン大会に行って、なんならデトネーターの写真いっぱい撮って、ボスに渡したの俺だから、ジャム君、釈迦とかみんな写真撮ったけどいる、あ、ありがとう、モルちゃん。てか、一番最初、あれでしたもんね、あの、出場してる選手の敵同士でしょ。そうそう、敵同士。リソマンザ。あの、古い写真探せばね、釈迦と僕が現役時代オフラインに出た時の写真があります。同じこの集合写真ですね。あのステージの上でね。ジャムさんもいますね。いるいる。ジャムさん、モルさん、俺ぐらいかな、今活動してる。活動してるっていうか、そのそうだね、こういうなんか場にいるというか、この界隈にいるのは。そうだね。あ、武者丸。あ、武者いるわ。武者丸もいる。あの武者丸さ、大活躍で次、あ、まあいいや。彼女の話。え、違う違う違う。その場にいない人の話だったので、今あんまり重い、あの深い関係がない人に関しては。LINE 超えた今。もうすぐすぐこれ、これしちゃうから。LINE 踏んだよ今。あの、武者丸。ちょっと言えないですけど、もうまだかな、もう発表されてる。あ、いや、わかんないです。やめましょう。まあ、とあるチームにね、行くわけですよ。パブ G のね、いいチームに行くわけですよ。もう初めて出会った時はね、覚えてる？武者丸と初めて。写真見てよ、びっくりする。いや、まあ、武者丸今めっちゃかっこいいよ。あ、クリクリ坊主。もう、イガクリ坊主。もう、こういう子、本当に。もう、静か。そう、大丈夫にハマると。途中からもう、もういや、もういい風にもうかっこよくなっちゃって、今かっこいいですよ、武者丸。知ってます、皆さん。めちゃくちゃかっこいいから。人はね、変わるんですよ。同じステージだったと思います。確か、ちょっと写真見てたことあるんですけど、ちょっと違います、ちょっと系統違いますけど、ナムさんとフィアちゃんちょっと似てますか？あ、わかるわかる、似てる似てる。あかん、これしまった。余計な話言ったらごめんなさい。ちょっとこの話見ましょう。結構ね、ミティカの話をみんな始めてるから結構、あのスクリーム持ってる人だし、スクリームって配信してるじゃないですか。してるね。で、別にそのチームからまだ発表がある前でも、やっぱりどのチームでプレイしてるっていうのは結構出てるんですよ。まあ、そこに入るかどうかは別としてですよ。普通に助っ人とかもあるじゃないですか。そうだね。そうだね。でもなんかずっとやってんなとか、そういう話はあるんで、まあでもそこも正直こっちが抑えようがないもんじゃないですか。もうだって事実として残ってるんですよ。その通りだよ。その通りだよ。やめよう。だから結構、あいつ、いや違います。これだけ、あの、その俺の配信してても、こういうオフシーズンのタイミングって、結構誰々抜けるのとか、誰々抜けるって発表されたねとか、誰々入るって発表されたねって言った時に、やっぱりそのスクリームの配信を持ってる人が、最近何々さん、どこどこチームで参加してるよね、もう決まりかなとか、まあでもできるだけやめてほしいですけど、でももう正直そういう事実がある、噂、全部が噂じゃなくて、実際にまあ、そこに入って、助っ人だろうが、まあトライアウトだろうが、まあ、実際に入るんだろうが、そこでやってること、事実には変わりないじゃないですか。でもそこに対する人の憶測を、まあ、こう潰そうとするのはまあ不可能かなと思ってるので、まあ、その辺はもう好きに言わしてというか、まあ、やって、まあ、違ったら違ったで、あ、違ったんだでいいし、まあ、そうだったらそうで、あ、やっぱそうだったんだっていいと思います。はい、その通り、その通り、おっしゃる通り、ね、でリスナーさんとか世間さんが今の移籍こうなるだろうと予想リストみたいな、もう大いに結構当たります。もう自由だから。逆にそのパブ G の
界隈のことでネタにしてみんな盛り上がってくれればそれで、俺がなぜ目をパチクリさせてるかというと、ここでそれ言われて俺何も言えないのが辛い。でも一つだけ困るな。今日釈迦さんの配信見てたら、何々さんどこどこ行くって話だったけど本当なのっていう、なんかあたかも俺が言ったみたいな、あのなんかツイッターの書き込み、あれマジ困る。あれ俺が言ったみたいな、そのマジやめて。言ってないよ。ちゃんとあのコメントでそういう話があったって言ってる。あれマジ困る。俺が言ったみたいな。まあ、確かに俺の配信を見てたらそういう話が出たっていうのは本当なんだけど、コメントで出たってちゃんと丁寧に言ってほしい。釈迦が言ったみたいな。俺が言ったみたいな。線引きは大事、ね、今日俺線超えてないよ、ね、ヒールぐらい。そうすると心が痛むからね。すいません、すいません。でも大丈夫です。昔の話なんです。もう傷も消えたし。でももう繰り返さないけど、あの話、内容はもう言いません。あのさっき言ったその話、釈迦が俺に言った時の顔、もうさこんなことあったんですよ、見てくださいよじゃなかったから、もう意気揚々と、もうさ決めてくださいよ、これ分かりますよ、これマジこれヤバくないですかこれ。そら森さんだから話したんですか。配信終わります。お疲れ様です。ソウルの夜も更けてまいりました。もう外がこんなに明るく。まだ待ってない。マジで暑い。さっき話してる時、この話してる内容で変な汗出てると思ったけど、普通に暑いから。さっき何の汗ってさ、俺マジいい話したんだ。あ、いい話とかされても、あんまり過剰に褒められるというか、自分のいい話されると汗出ます。マジ俺いい話されると俺いいやつしよう。でも皆さんね、あれですよ、釈迦もやっぱりさ、配信毎晩やるじゃん、線引きがあるんですよ、そのね、会話のこれ以上言っちゃいけないって線引きじゃなくて、配信とここの関係っていうのはまた別なんだ。ね、それは別に俺悪いんじゃなくて当然だと思うんだけど、知ってます皆さん、僕たまに釈迦配信コメントしても知ってます。で釈迦って、釈迦ちょっと今日久々に会ったみたいにして、お釈迦おはよう、なんて言うの、お疲れ様じゃん。俺が配信で釈迦この間お疲れって言ったら、あ、モンさんどうも、終わり終わり。誰かが、あ、サンイスのボスだ、サンイスのボスがコメントしてるよ、え、何、あ、モンさんです、あ、やべ、できるじゃん、もうめちゃくちゃ冷たい。いや、もういい、いいの、もう慣れたから。最初はね、驚愕したよ、最初は驚愕したよ、え、なになに、え、なんか俺なんか言ったって怒らせることみたいな、もう6年ぐらい前思った。もう寂しいよね。だから俺は最近はロム線で見てます。あ、俺何回もこれ言ってるんですけど、まあ、そんなつもりないですけどね、なんですかね、本当にそのつもり。でもそこは分かる、配信と例えばキョウちゃんとかさ、はい、ではロビンみたいにさ一緒にプレイするんだったらそれは出てないと思う、はいはい、やっぱコメントでそこで俺と釈迦の会話が始まっても配信が壊れちゃうじゃん。それ大川さんにも言われたんですよ、ね、え、大川さんにも言われた。なんで、なんか釈迦配信コメントすると釈迦の対応怖いです、ね、そうだからみんなそう思うよ。そっけなみたいな。いや、そうかな、これソウルでこんなことしてるじゃん、はい、多分帰るじゃん、帰国して2日後に俺がコメントしてみ、あ、何、あ、モーさんお疲れですソウルお疲れ様でした、終わり、ね、終わり、顔に悪意がある。あ、そうです、いやいや、そうです。別にここまで悪意のあるかもしれない。いや、なんならね、そんなうすうすも言ってこない。あ、モンさんお疲れです
サラサラって、もうなんかどっかの女じゃないけど、あのソウルの夜は何だったのあの語らい合ったあの夜は何だった何だったの、一緒に配信したじゃんまあいいんだけど、ね、気づいてます、さっきの2人組が帰ってきてめちゃくちゃ喧嘩してたの見ました。そう、年上の男の人の方が若い男の方を髪の毛引っ張って若干引きずり回してたの見ました。全然見てない、めっちゃ目の前で今喧嘩してる。じゃあ俺は危なかったじゃん。それでモノさんが、うん、その俺配信の俺が冷たい話をするちょいぐらい前からこっちに飛び火すんの怖いなぁと思って、やばいっすその時はね、もう携帯持ってカバン持ってダッシュ、ダッシュ触らない、走るの速いです。見た目は速そうな顔してるかもしれないですけどね、走るのは遅いですね。多分彼は筋肉の塊だから遅いよ。ああ泳いだら多分逃げられます水泳だから、福岡のカッパって言われてた。あいつは相当酔っ払ってるからね。なんか今なんか出てくのも横切る感じでちょっと怖い感じですね。やばいね、消えてからの方がいいですね、うん、これ配信の画面で一生懸命になって全然見てなかった。なんかさっきの人たち帰ってきたなって思ってたら、店入んのかなって思ったらちょうど車の横ぐらいで帽子パーンって感じで髪の毛が引っ張って、なんかさっきまですげえあの日本人に絡んでこいよみたいな雰囲気だったのに、うん、めちゃくちゃ変化してると思って怖ーと思って。ちなみにね、これいいの本当は。何ですか。一応選手には聞いたんだけど、選手だけかもしれないけど、夜出歩くのやめてくださいみたいな。俺でも聞いてないです。あ、そうなの。選手だけだ。で、一人は絶対ダメ、二人でもダメって言われてるらしい。あ、うん、それ本当に言われてるんだったら俺帰った方がいいですけど。遅いけどね。でもあの普通にあの運営さんの部屋から俺出てきたんで、うん、ちゃんと用事を伝えてモルさんとご飯食べてきますって言ってた。あ、そうなんだ。多分大丈夫。でもほら、あばらさん、俺、別れるまで一緒にいたじゃないですか。うん、あ、今日一緒に選手と、なんかあの動画見てたんですよ。インタビューでしょ。あの運営さんの部屋で。はいはい。でそのまま、モルさんとご飯食べてきますって言ったら、行ったらしゃーいって言ってた。まあ、釈迦君はいいじゃんと思ってたよ。いや、それダメでしょ。俺、みんなダメなら俺もダメでしょ。釈迦君はまあ、なんか…でもほら、あばらさんは、酒飲むとちょっと、そうなの、怖い。まばらさんもしかしたら選手より特別ダメなのかもしれない特別ダメ、特別ダメ、特別ダメ。まばらさんお酒飲むと怖いからさっきの話に戻りますって言われてるよ。まばらさんかな、わかんない。誰もコメント流れすぎて誰がコメントしたかわかんない。あっつ、なかなかの人たち変わらないな。こっちから待って帰るじゃん。あいつの前横切らん方がいい。そうですね。トロさんどっち側なんですか、帰るとしたら。あっち、うん、じゃあそっち行って、こっち、うん、明日も無事に会場に行かなきゃいけないからね、うん、ちょっと寝坊したらシャレにならんので、はい、じゃあ配信は続くかもしれないですけど、僕はここでお別れします。明日も日本代表頑張ってくると思いますので、応援よろしくお願いします。お願いします。僕はホテルに着くまでは、うん、なんかあ、でも充電 2% だ。お疲れ様です。何かあったら走るよ。あ、はい、うん、走る。いや、ちょっと読み上げもできないまま充電が 2% で申し訳ないんですが、
ローさんがチアしてくれてる。ローさん、マケノさん、マケノさん、ロー。本名普通に言っちゃったけど、多分大丈夫だと思います。場所わかる？はい、わかります。お疲れ様です。また明日。はい。お疲れです。お疲れ様です。ごちそうさまです。充電 2% なんで、はい。ちょっとこれ画面で映ってるより結構夜暗いんで、まあ、なんか話しかけられたらもうアンニョハセヨでうまくしのぎつつ帰ろうと思ってます。お疲れ様です。ほなまた。おやすみ。フォローとチアと、フォローとまあ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 いいや、フォローとチアと孤独ありがとうございます。ちょっと、まあ、改めてもうじっくり充電しながら名前を舐めつつ読み上げさせてもらいます。一人で配信せずにありがとうございます。お疲れ様です。